ヤッホー、始まった。こんばんは、うん、こんばんは。いけたかな。どうもこんばんは。あ、自己紹介する。どうも、大丈夫かな。ありがとう、鍋です。画質大丈夫ですか。多分良さそう。ちょっと遅いけど動かなかったら大丈夫そう。何してるの。いけるか。やばい。うん、自己紹介。ST48 ドラフト3研究生の休暇です。一回切った方がいいレベル。でも切らなくてもワンチャン頑張ればいけるんだよな。ST48 ドラフト3研究生のアイコンこと溝口愛子です。やばいよね、見える、うん、あ、本当にいけるっぽい。じゃあいけるか。おっと、厳しい。大丈夫。どっちやねん。モザかわいい。だってそれかわいい。動かなかったら、なんかその暗闇にならなかったらいけるかも。確かに。分かんないね。なんでだろうね、うん、今日はパジャマで鍋パーティー。ちょっと動く。あ、ごめんごめん。動いちゃダメ。こういう時って。そっか、そうめっちゃ動くのね、いつも。動かない方がいい。今日はパジャマで鍋パーティーです。なんとパジャマがパジャマがお揃いです。そう、イエーイ。それさ、2人でショールームするの。1人やばいね、めっちゃ久々。次だろ。だからあの総選挙カードゲームじゃない。あ、違うか。それより総選挙どっちだろうぐらい。ほんと iPhone と2人でするのは久々です。そしてお鍋も今ちょっと見えないか。熱いね。ちょっとね、グツグツさせているんですよね、この辺で。ちょっと見えるかな。そう、鍋パです。まあちょっとまったりお話でもしながらやっていこうかなと思います。ほんとだね、あんま見えない。うん、あ、本コアでやってたわ。あ、そうだそうだ、本コアで起きた。割と最近やってた。そういえばあったあった。こんばんは、うん、皆さん、うん、動いてる、おばちゃん。ガタガタ、なんか大丈夫か、うん、やばいね、残像が自分で分かる。なんか自分たちは画質は悪くならないんですけど、動きが遅いのはめちゃくちゃ分かる、うん、残像になってる、うん、なんでだろう。なんで最近でもね、 Wi-Fi おかしいんですよね。あ、もざらなくなったけどカクカクしている。あー、なるほど。まあ、それは動かなければ私が動かなければいいのか。今から食べるんだけど、ね、とりあえず鍋を食べながらちょっと、はい、ちょっとね、おしゃべりして。今バカにしたやろ、うん、今の可愛いはバカにされますね。ほら見て、可愛いでしょ。あ、そうそうそう、ちょっと待って、見えるかなこれ。なんかね、クマ、なんかやっぱりついてる。なんかクマちゃんの方はご飯粒ついてるのかなって感じなんですけど、そうそうそう、ね、なんか私はなんか何ついてるんだろうこれ。なんかゴミみたいな。やめて。なんだろうそれ、麦ご飯なのかな。あ、麦ご飯かな、うん、多分麦ご飯。あ、足跡だ、かわいい。これ何のお米かな、わかんない。これお揃いです。お揃い。ちょっと食べながらリラックマ。じゃあめっちゃいい匂い。いろいろ買ってきたんだ今日は、鍋をするために。そう、二人でね、とんでもない荷物を持って帰ってきましたね。電気屋さんからね、土鍋をね抱えて帰ってきたんですよ、うん、土鍋とガスコンロをね、そう割ってね、二人で。あ、いける、うん、リラックマじゃない。ちょっと違う、なん似てるけど違う。なんか確かに言われればいる感じ、うん、リラックマ、ひよこちゃんもいる。というわけでちょっと、ね、いただきますをしながら食べたいと思います。じゃあ皆さん、あ、よし、じゃあやって。何何やってあれって言われた、怖い。皆さん、手と手を合わせて。あ、そういう系か。違うな。いただきます。いただ、そういう系ね。あ、いただきます。すごい、息あった、息あった、yeah. 初めて息あった。やめて、加入してから初めての息が。結構経ったんだけど、経ったの。いただきます。絶対美味しい。やばいよ、豆腐。うん、うん、うまっ。おいしい、本当に美味しい。良きですね。じゃ、女の子座りしていい？いいよ、邪魔になるんだけど。あ、私もしてる、女の子だからね。
お互い女の子座りや。そう、女の子今女の子座り渋滞してるわ。じゃあ私はじゃあお姉さん座りしようかな。あ、ごめんね。でも途中で多分足痛くなったら、あ、じゃあ私も交代する。お姉さん座りするね。いただきます。みんな食べたかな、ご飯。もうなんかな、めっちゃグツグツいってる。そう、グツグツさせてます。いただきます。うん、マヨ団子やばい。団子三兄弟、火加減強くない？違うのこれね、うん、一番弱いの。一番弱くてなんか強いですよね、やっぱり一番弱いの。なんで？でもね、グツグツずっと常備グツグツしてるんで、あんまり気にしないでください。美味しい。うん、うんうん。じゃあ一回切った方がいいのかな。切ってもいいけどね。多分もうね、火は通ってる。ずっとね、うん、前からグツグツしてる。じゃあ切っとく。いっか、切っとく。ちょっと切っとこう。多分もう、うん、美味しい。美味しい。パジャマ絶対汚さないよ。今日買ったんだから。うん、絶対やだよ。今日買ったんだよ。そう、今日ね。なんか奥ちゃんがね、もともとパジャマ欲しいって言ってて、うんうんうん、それで可愛いの見つけたって言って、私もじゃあ買っちゃおうって。めっちゃ悩んでました。でなんか水玉のね、水玉好きなんで、そう水玉のがあって迷ったけど、これがねめっちゃ触り心地がいい。そう、そう、もこんこめっちゃいいの。ふわふわ、なんかわかんない。そうだから惹かれちゃった、うん、あ、なんか急に元気なんか急にグツグツ音が静かになっちゃった。まあ何の話をしようかなって思ってて、ちょうど今日がそのドラフト生のショールーム審査が始まった日なんですよ。だから、まあ、iPhone は違うんですけど、私がちょうどショールーム1周年記念で、ちょうど今日、そう、おーすごい、28からだったんですよ。そう、私はね、あの最終審査が終わってからショールーム始めたから、11月の、ね、中旬ぐらいかな多分。あれよね、顔出しなしで受かった人って結構少ない、ね、あ、そうなん、もう、え、でもそもそも配信もしてないから、だってあのラジオ配信もしてない、あ、顔出しなしっていうかラジオ配信もしてなかった人が3人ぐらいしか多分、あ、そう、え、そん、もっといたかな、分からん、奇跡奇跡だわ、すごい、え、うん、なんでちょっと昔の話を語りながら、ね、そっか1年か、うん、早っ、うん、なんですよ。その時は何をしてましたか。え、踊ってましたね。え、どういうこと。ダンス部だったから。ああ、部活行ってたの。うん、行ってるよ、めっちゃ。あ、そうなの。そう、全然ガンガン部活行ってた。ちょっと待って違う、違う、そのガンガンは違う。それ今のガンは、え、使うやつじゃない、みんな使わないよ。え、ガンガンって言わない。あ、ガンガン行こうぜとか。そうそう、ガンガンのガンガンだよ。そんな、そうか、全然ガンガンやめて、びっくりしちゃった。そう、ってなっちゃった。ガンガンダンス部だったから、もうめっちゃ夜まで外でめっちゃみんなで踊ってた。あ、ほっ、それだから、そう、外、1年生外だったからで、めっちゃ真っ黒になっちゃった。だから私のドラフトの時の写真も本当に真っ黒ですよ。うん、確かに健康的だったから、うん、やばい。え、見てた、ショールーム。めっちゃ、おきちゃん見てたよ。へぇ、マジっすか。おきちゃんと、そう、あのスクショしてる、お肉ちゃんの時の、あ、ショールームを。お肉ちゃん、そう、前か、お肉ちゃん、そう、お肉ちゃん、ね、名前出せないから、そうのスクショしてて、でいつかな、最終審査の時かな、うん、パパと車でね、東京まで行ったんですよ私、うん、岡山から。それはすごい。そう、その時にコンビニにね泊まってたんですよ、うん、そしたら奥ちゃんが横通って、うん、あの子岡山の子だって言われたね。そう、パパに、あの子岡山だよって言って、あ、そうなんて。私もその時ちょうど道に迷ってて、なんか前に歩いてる可愛い女の子とお母さんについていこうってしたら、それはそしたらその子がコンビニ行っちゃったから、私もコンビニ入ったの。あ、みゆみゆだったんだけど、みゆみゆか、みゆみゆだったんだけど、それはなんか可愛い子がいるところにとりあえず歩いていこうって、からコンビニまでついて行ったって。そうそう、なんか何知らぬ顔して商品選んで同じタイミングで出て、全然あれなのに、ちょっと後ろからいるものないの、マジかみたいな、どこかわからないですって思いながら、やばいね、うん、来ました。ちょっと走り、いいよ、うん、こんな感じだったな。めっちゃ静か。
ね、確かにグツグツ火がね熱いんですよね、うん、そっちも入れよう。お野菜チュ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 。ストーカー行為じゃないよ、なんかもう一般的な。私だって帰り道みんなについていかなかったから、だって迷って野宿したびっくりした。そう、うん、来た連絡が奥ちゃんがなんか今野宿してますみたいな。覚えてる？なんともそれ多分オーディションの時じゃないでしょ。あの俺あのちょうどくがしそれは私2回野宿してるから、うん、言ってることおかしいですよね、うん、だってその時はまだ合宿前だからあっか野宿した時送ったっけ。それ多分ねミカニャンといる時かな。ああそうだ、それ違うか、うん、その前にも、あ、そうからその時全然喋ったことなかったから、うん、そうだそうだね。で、アイポンと話した時めっちゃ覚えてて、私の、いつだったっけあれあ、そうだ、あの、あ、すごい、なんかそうめっちゃ思い出した。あの集合が、ね、駅のそうだところで、で、なんか私結構早めに行ったから、なんか数人しか集まってなくて、そうそうそう、で、なんかあの女の子の集団もしかしたらそうなのかなみたいな感じで、なんかその時マネージャーさんとかもいなかったから、うん、なんか引率的な人もいなくて、なんかただ集まってるだけで、そう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 、で、なんかちょうどなんか iPhone がいたから、すいませんこれってドラフトのですかって聞いたら、それが水口愛子ちゃんで、そうそうそう、で多分言ったくない、なんか岡山の子ですよね、うん、みたいな、うん、そう言って、その時ねまさかねこうな同じパジャマ着るとは思わないね、やっぱ人生すごいめっちゃ緊張したもん、喋りかけた時。なんかそれで社内が一緒で隣でなんかいろいろ話したの。すごい。そう、 うわあ。それでいろいろ話した。そう。そうだ。なんかめっちゃ緊張したもんあの時。でも私その時アイポンしか友達いなかったね。でもアイポンは多分次の合宿来なかったんよね。あ、多分いなくて。なんか2回目ぐらいの時いなくて、あ、私はまた一から友達を探すっていう行為を。でその間に私が友達いなくなっちゃうっていうね。やばかった。うん、最終的にみんな仲良しになった。まあね。でも結構喋ったことない子いるわ私、うんうん、全然オレンジチーム以外本当に全然喋ってない。うん、私も喋ったことない子は多い。でも結構沖ちゃんなんかもういろんなこと喋っとったイメージあるね。いろんな子っていうか、たまたま仲良かった子がみんな受かった子だから、喋ったことない子は結構いる。いやでも喋ったことある方数えた方が少多分早いもん。うん、そんなことないよ。本当に私絶対そう。あ、そう。うん。まさかに。でも誰と仲良かったっけ。あれか、クラムとみゆちゃん。いや、おとひちゃんかな。あ、おとひちゃん。そう、辞退してたんだけど、おとひちゃんがね同じチームで、同じオレンジチームで、そう同い年だったから結構いろいろ話したりしてた、うん、でも本当になかなかね、私がね人見知りだから、なかなか本当にその土日しかね会えないから、うん、あんまり、ね、そうなんね、そうだから多田先輩とかすごかった。なんかあの、うん、全然あの合宿、そう、受験とかもあったのか、そう多田先輩、ね、受験とかいろいろあって、うん、なかなか来れてなかったのにもかかわらずのコミュニケーション能力がもう、うん、やばかったよ確かに、ね、もうなんかあの2度目ましてぐらいでなんか「おきちゃん!」みたいなすごい。でも確かになんかおきちゃんと仲良くて、私もなんか3人で食べたくない、1回ご飯覚えてない、いつだっけ、おなんか分かるかもしれない、いつの合宿だっけ、3人でなんかあの多田先輩とそう食べた気がする。食べたよね、うん、俺覚えてるわ。なんか、 バイキングみたいな、その日の合宿の夕ご飯が、うん、私はなんか多田先輩とアイポンと食べた覚えがあります。食べた、懐かしいそんなこともあったんですね、私たち ね、 ね、すごいわ、めっちゃ思い出した、うん、だってさ、え、入ってからさ、だってソロハちゃんとそんなに仲良くっていうか喋ったことなかったでしょ。あの、オキちゃん以外全く本当にゆらちゃん、まいちゃん、ソラちゃん ほぼ喋ったこと、まいちゃんは一回ちょっとお花を摘みに行った時にねお花摘みに行った時に私会って、で、まいちゃんのショルもめっちゃ見てたから、で、なんか喋ったんですよ。え、初めて知った。そう、喋ったのに舞ちゃんは全く覚えてないから夢かなって思いつつ、喋ってた気がするんだけどな。何で自分から話しかけたの。なんか喋りかけた、でもそれも覚えてないな。最近まで覚えとったの珍しい。そう、
私はね赤チームでゆらちゃんとそらはちゃんと一緒だったから。そっか、そこね3人一緒だったからね、うん、しかもちょうどねで、あと岡山一緒だったからったし、そう、ね、舞ちゃんぐらいだったから喋ったことなかったのは、うん、うんうんうん、懐かしみが深いです、うん、これある？あ、一番しゃぶりたいです。しゃぶしゃぶごめん間違えた何がしゃぶしゃぶしたいですね。見て、お水入れる？ちょっと入れる？結構ねなくなってる。ちょっと飲み物飲んでいい？こんばんは、鍋パーティーです。あ、私もちょっと失礼いたします失礼いたします。うん、おっと、あ、ちょっとファンタ見せちゃった。あ、仕方ねえ。しゃぶしゃぶ。いや、お尻お尻お尻いいいいいいよ。え、あったかい？火は火。あ、つけてない。あ、つけた、つけたつけた。あ、ついてる？これつけたよ、ほら。え、でもつえ、あ、一回ここだ。あ、そうだそうだ、びっくりした。一回こっちだった。ちょっとお水足す？足そうか。よいしょ、大丈夫、綺麗なお水ですよ皆さんもちろん。ここから失礼いたします。よいしょ、いい感じかな。いいですか？何秒ぐらいがあったまってる？あ、でも結構あったかい。じゃあ大丈夫か、いけるかな。何秒ぐらいいくよ。え、そん、それちゃんと色変わるまでじゃない？しゃぶしゃぶしゃぶ。多分1分ぐらいじゃない、この温度感だったら。1分ぐらい、だってまだブクブクいった。私こういうのね弱いんだよね、なんかいいかって思っちゃってあー、やばいやばい。ちゃんとじゃちょっと置いとく。あ、じゃあ入れたら、はい、え、沸騰あ、沸騰さす。うん、まあまあそれはもうね気持ち。大丈夫よ大丈夫よの言い方大丈夫だよ大丈夫大丈夫。入れとく。だってお肉最初に入れてもね、うん、すき焼き、すき焼き食べたかったな。でももうその時の気分は鍋だった。やばい？ええ、やばい？え、大丈夫でしょちょっと一回じゃあね待とうか。うん、とりあえず全部でも沸騰すればさ全部に火が通るから大丈夫なはず、ね、そうだね。やばい。まあお話でもしましょうよ本当に大丈夫？まあいっか。あ、ごめん、ちょっとごめんごめんもうすぐ足しびれるの最近もう。じゃあ私こっちでお姉さん座りします。あ、うん、まあいいよ、豆腐食べよう。でもちょっと待った方がいいんじゃない、沸騰するので。あ、豆腐大丈夫じゃない？結構前から入れてるよ。本当に？うん、大丈夫？あ、いけるいける。本当に？大丈夫？今生に、え、まあいけるか。違う、豆腐だから。よし、ちょっとポン酢でいきたいと思いますなんか本当に今皆さんこれ大丈夫？おきちゃん死にません？私はもうおきちゃんの安否が心配です。これだってえ？なに、ねえねえ、生肉食べてないよ。豆腐とやるけだよ。あ、そっか。そう大丈夫大丈夫。そう、生肉入れたのに、ね、まあ違う割と離れてるから本当に大丈夫怖いな。そう、私めっちゃそういうのね結構心配性出ちゃう人だからね。やだ、お花摘み。やだ、鍋パなんだから今日も。まあね、そう、死にはしないね。うん、これぐらいになってからお肉入れたらいい感じに多分。そうそう、頑張る、うんうん、え、まだでしょ本当に。これ見て、もうちょっとね。あ、でももう、うん、本当だわ。え、いいですよね。良さそうです。もういけます。しゃぶしゃぶできました。ね、これもいけるね。え。これは豚。一回豚ももです。今めっちゃ太してる太してる。豚ももと鶏つくね入れてます。iPhone に命かかってる、やめて。私の安否が。何歳？17歳と、え、18歳ですよ。そう私多分ね18だからあれだから高校生に見えないからね。
でも言うて見えるよ。本当に、うん、食べる。二十歳には見えない。本当に、うん、二十歳一回言われてたね、メイクさんにね、うん、とかさ、あ、そっか、これで行った方がいいか。行くお肉、うん、いいね、もうさすがにこれ、この音皆さん聞いてください。これ絶対いけるいける音がしてる。あ、これほら美味しそうに見えん。お肉お肉です。うん、美味しいんですよ。めっちゃそう、なんかね、ちゃんとね、あれだから美味しいから、うん、味は意外とちゃんとしてる。してなさそうに見えて。え、私18だよ、今年19。そうだ、おきちゃん誕生日ね。そうだよ、12月1日だから。そうそうそう、あ、ごめんね、ちゃんと覚えてる系女子。まあ、やっぱ16のイメージだったけど、もう17になったんだ。そうだよ、誕生日来たからね。やばいやばいやばい、もう逆にすぐ沸騰するんですね。結構鍋がちっちゃいからかな。あ、熱い熱かった、びっくり。何味？あ、なんかね、普通に寄せ鍋ベースみたいな。うん、なんかそんな、あの、もうね、あの、あれ、ポン酢、ポン酢美味しいよ。ポン酢美味しい、味変わってたね。うん、ちょっともうちょっとこれ楽しもうかな。あー、でも火弱めればいいと思うでしょ。これ一番やばいんです。あ、なになに、うーん、おじさん時の話する。いいよ。緊張した？え、でも、もうすでに、うん、初めてだったから、オーディションが。2番だったよね。3番。3番だった。3番だった。1番か、あかりちゃんは。そう。そう。1、2で3番のイメージ。そう。だから、あかりちゃんと全てのオーディションで一緒のあれだったから、うん、最初も一緒だし、2時も ?2 時も。2時一緒で、3時一緒で、なんか、いろいろ一緒だった。うんうん。だから、そう。あの、あかりちゃんですか、並べの。いましたね。最初から泣いてました。2時受かった時からもう大号泣でしたもう想像つく。私わけわかんないから、もうあれみたいになってたんだけど、何に対しても感動してしまう。そう、いや、あの最後ね、合格した時も泣いてた、ね、近かったんだけど、もう横で号泣してても私はね、誰と一緒だったかな。2時はね、全く覚えて、あ、2時は私以外ね、うん、いなくなっちゃったの。2時2時で今までいた人はいないんですけど。ああ、そう、同じあれでってこと、うん、3時はタラ先輩とかシェナタンとかソガビゆめちゃんとかいました。なるほどね、うん、なんかね、まあ、そんな、オキちゃんめっちゃ覚えてない？歌の時とかも誰が何歌ったとか。私もう何も覚えてない、緊張して。いや、歌はめっちゃ覚えてるんだ。なんかタラ先輩はなんか前田敦子さんのソロ曲が前の子と被ってて、同じ曲2連発だって思ったのを覚えてて、ゆめちゃんはファーストラビットを振り付けで踊って、ソガベベです、よろしくお願いします、シューンって沈んだ。あ、かわいい、そういうことね。沈んだからめっちゃ印象残ってた。 あとはでもそんなに覚えてない、自分のことで精一杯だったから。うん、うん、懐かしいですね。うん、お肉団子、アイフォンの夏色事件もう違う、本当にもうね、正直あの最終審査の、うん、もう前から気づいてたんですよ。私なんかやばいなって、完全にこれキー間違えたなっていうのはそう、キー変えれたんですよね、実は。あの、そう、あのなんか謎にね、そう、あのゆずさんのね、夏色歌ったんですよ。で、あの低いかなと思ってキーを、なんか変に動かしちゃって、そしたら結局低くしちゃってて、キーを、なんかキーをなんか事前に自分で設定できてメールで送ったんですよね、何の曲歌いますって。でも、あの本番当日はキーを変更できなくて、なんか間違えたキーで、私もう正直ダンス審査で踊りながら、やばい、このあととんでもないキーの夏色歌わないといけないって思いながらって思って、そうでしたよね。あ、もうすでに次をもうでも、そう、でも人ってね、やっぱね、あれですよね、うん、私はね、まずね、ダンス審査、あのダンス審査でもう落ちた子は帰らなきゃいけなかったから。そうね、もうダンスで落ちたらどうしようと思ってた、本当に一緒だったもん、いけないよ、奥ちゃんと。どうだっけ、そう、奥ちゃん体操
体操服だったから、体操服でめっちゃ気合い入れて準備体操してたからね。ね、準備体操もね、準備体操私めっちゃやってたよ。めっちゃすっごい子もいれば、なんかそうランちゃんがいて、小林ね、あランちゃんがめっちゃもうなんかすごいこうダンサーの、ね、うん、ストレッチ何人かもう完全にダンスのって感じの、ね、私はここで負けちゃいけないと思って、あの学校の 1S3C を全員って言ってたの。全然かっこよくないね。そう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 、負けてられないと思って、それだけは一人で、ね、友達いないから、なんかそのオーディション会場ってみんななんかね、うん、敵みたいな感じだったかな、うん、なんかね、でも結構教え合いしてる、教え合いはしてた。なんか私誰とも喋れなかった、全く、うん、私もね、あの、ある女の子に教えてもらって、めっちゃ違うよって言われて、一人でね、私もね、なんか先生に質問しに行きたいけど、うん、なんかもうみんないろんな子がいてて、うん、なんかちょっと行けなかったんですね、うん、なんか私みたいな、もう一から本当になんかみんなはここってこうですかみたいなことが、じゃあまず、まあ、最初ってどうでしたっけ、うん、っていう感じだったから、なんか一人で間違った振りでなんか練習してたら、女の子が違う違う違うって教えてきて、すごい、そしたらその子がもう別のアイドルになったんだけど、ああすごい、うん、っていう思い出がありますね。懐かしい。ハッシュタグ好きなんだやったね。ね、なんかいろいろ予想してたんですよ、うん、まあヘビーローテーションとか会いたかったかなって思ってたら、ハッシュタグだったね。まさかの最新曲でね、うん、ちょっと、うん、でもね、一応ねダンスやってたからね私は、うんうん、一応不良覚えめっちゃ早いよね。不良覚え結構得意、うん、でもまだ踊れる、多分でもみんな踊れるくない？結構みんな曲流れたらドラフト生踊るイメージある。私もここしか分かんない。明日すべきなんだ、無くずつかなんだ、どうだったっけ、熱い気持ち、本当だったっけ、あこうか、めっちゃなんか残像がすごい。あんま動かない、そうだね、ほんま大好きな、うん、ありがとうね、うん、っていうことがありましたね。なんかうんっていう何か言うんか思った。本当にモザ可愛い、それ可愛い？混ざってますか？え、ご飯、白いご飯合うんですか？お鍋で。合うよ。合うんだ。まあ私は雑炊派だったけど。私なんかおでんとかお鍋とか基本的になんかあんまりそういう時白いご飯食べない派だな。おでんもね、そう言われるんだけどね。分からんこともない。ママに食べるって言われるんだけど、うん、いらないってなっちゃうんだな。締め？外国人の舌だね。あ、なるほど、そうなの、うん、本当に混じるのが嫌ってことしよう。あ、そうだから、あんまり丼とかもなるべくご飯はもうあのなんだろう、おかずとって、うんうん、難しいけど、そうご飯合うんだ。でも確かにね、雑炊は絶対美味しいわ、うん、美味しいもん、この出汁が。お肉食べ、うん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 、焼けてる焼けてる、懐かしいな、うん、でも入って8 9 8か8ヶ月かな、8ヶ月、うん、3月にお披露目だった、早いね、フラワーフェスティバルがあったから、あれ違う、5月、すごい、フラワーフェスティバルは5月、3月に何、3月は握手会でお披露目だったんだ、うんうん、私とりあえずね、あの5人並んで握手した時に、うん、とりあえずもう、うん、多分誰か分かんないんだろうなと思って、うん、もう溝口愛子ですって言ってたんですけど、そしたら今でも握手会で、何、溝口愛子ですだけじゃないよ、なんて言ってた、165cm です。嘘、めっちゃ恥ずかしい、言ってたよ、うん、私は聞いてなかったけど、うん、ゆらちゃんが、隣のゆらちゃんがずっと言ってた、愛子毎回人に、本当に、うん、女、もういろんな人に対して165cm です、うん、アピールしてたって。そう、とりあえずでかいこと伝えたかったんですけど、ね、そう、めっちゃ恥ずかしい。でもそう、未だに握手会で、あの時溝口愛子ですって言われて、覚えておいて来ましたって言って来てくださる方がいて、そう、だからあの時ね、身長もアピールしてたんですね、名前だけだと思って、めっちゃいい話というか、あの話にしようと思ったらめっちゃ恥ずかしい。覚えてなかった？覚えてない、名前言ったのは覚えてる、身長言ってたんですよ、
恥ずかしい。そう、懐かしいね、あの時ね、緊張した、ね、うん。やばい。へえ。そっからまあいろいろありましたな。あったね。あったね。早いね。早いよ。やばい、冬。やばいね。冬来ちゃう。冬だわ。3月来たらもう加入1周年になっちゃう。信じれん。ね。なんかもう。ね。やばいね。冬か。冬だよ。やばいね。やばいね。やば。大昔してるから。いやー。うん。ね。ドラさんで一番ユラちゃんかな、小さいのだってもう小さい、まあ、私とユラちゃん多分一緒ぐらいだけどね、ちょっと3センチぐらい高いかもしれない。ソラちゃん多分抜かしてやりますね。私はソラちゃんはあの足が大きいからまだ伸びる。そうそうそう、あ足がね大きいと伸びますね、うん、やっぱりすごかったもん。なんかあの入試部で、うん、V の字をやった時にソラハちゃん、あれ違う、センチメンタルトレインかな、なんかの V の字の時にソラハちゃんがのんちゃんさんとアリちゃんさんに挟まれてる、ね、その時にもうなんか1歳差なのに身長差がめっちゃあってびっくりした、うん、こんなにあれなんだって思ったね。ソラハちゃんはね高背高い、うん、本当にスタイルいい、めっちゃ、うん、細いし、顔がもう顔がちっちゃ、白いし舞台映えしますわ、うん、かわいい、うん、やばい、もうなんかもう何の話だよ、保護者保護者会みたいになっちゃった。うん、うん、ほっと一息しますね。うん、めっちゃ暑い、うん、あのねめっちゃ窓開けてるんですけど、もうこの湯気とこのもう多分伝わらないであろうとんでもないモコモコ感があって、私はねあんまり熱くないんだけどね、 今さっき豆腐食べたんで、ね、あんまり噛まずに飲み込んだからね、あの体内がすごい熱い、ね、あすごい熱いのが通っていくのを感じた。わかる、ね、めっちゃ、あ今そうそう熱いのが、熱いのが冷たいのってわかります。そうそうそう、喉ね、今それでほてってます。やばいです、熱い、熱っ、まだ、うん、まだ残像があれ、うん、残ってないか、うん、絶対動かんがいいね、うん、おとなしくしようか。何食いよるん、鍋、パジャマで鍋パです、鍋パジャマパーティーです、鍋パジャマ、あ、うまいなあ、ほんとだ、うまい、気づいてない、うまかった、鍋パジャマパーティー、鍋パジャマパーティーってこと、そしたら鍋パジャマ、あれ、うん、分かんないや、何時まで、10時かな、 iPhone が22時までしかできないんで、うん、うん、でも22時までやる予定でございます。うんこれねえ、ちょっとえ見てこんな感じ、かわいいね色が。スクショタイム、スクショタイム、スクショタイム、頭落ちてないけど違う、あのね実はね、そう、おそ色違いに見えて、実は私がねボタンなんですよ、ここ私チャックでね、フードもね、奥ちゃんフードついてて私ついてないっていう、そうそうそう、ちょっとね形違う感じでも色の配分とか一緒かな、こういう感じです、かわいい、うん、ちょっとこういう感じですだから手でいくしかない、うん、美味しかった、割とお腹いっぱいになる、ね、やばいね、うん、もうちょっとでも普通にさ、もっとあれしよう、お水入れて沸騰させて、うん、お肉しゃぶしゃぶしよう、いいよ、豆乳、うん、めっちゃ入れて、よいしょ、つくねじゃない、肉団子入れて、お水取りに行ってくる、ああ行ってらっしゃい、おっとっとっと、大きいかの独壇場になってしまった、カレーに肉団子を入れてみせましょう、よっ、いい、なんだかんだね5人、あーあーはーい、あきーなんか見えた、気のせいかな多分、すいません、よいしょよいしょ、ったのかな、
難しいわ、肉団子入れんの2個しか入れんなかった。ちょっと待って、なんか今5、6個どこ行った、飛んでったって書いてある。どこ、何そんなに肉団子が脱走しちゃった。え、痛い痛い痛い。あ、痛い痛い痛い。まだあと1個いない。いる、違うの、もうじゃあ 2個か。なんかお騒がせしました。チコチコ、でもね、温めたらね、チコっちゃったそう。洗っておいで。あ、まあ後で洗ってくれますわ、ね、ちゃんと、うん、分けとこう。うん、暑いね、確かにね、暑い暑いね。沸騰してしゃぶしゃぶして、うん、え、ポン酢で食べたいな。ありますよ、食べようかな。お、ポンポン、あ、違う、これでね、これでね、いくよ、ほら、あ、わかる、あ、ジポンじゃなくて iPhone。 しょうもな。iPhone 本仕込み、 iPhone、 iPhone だよ、みんな iPhone、 iPhone、 iPhone ポンポン、iPhone の名言だから、あの iPhone は、iPhone はアイドルだから、 iPhone じゃなくて生まれた時から iPhone だから。やめてよ、それ繰り返しなの。そう、でも本当に私だから生まれた時から iPhone なんですよ。アイドルだから iPhone ってあだ名つけたんじゃなくて、うん、もう家族も友達もみんな昔から iPhone で、小学生の時一時期自分のこと iPhone って呼んでたんで。かわいい。そう、かわいいでしょ。かわいい、それはかわいい。きついきつい。きつかったか。きつかった。あ、くるくる、そろそろ、ちょっとお肉しゃぶしゃぶしちゃいますよ。しゃぶしゃぶしましょう。そう、ちょっと痛い子、痛い子だね。かわいいじゃん。かわいい、ね、うん、私も ちっちゃい子自分のことちゃん付けで呼んでたから。えー、かわいい。ゆうかちゃん、ゆうちゃん、あ、ゆうちゃんかわいい。ゆうちゃんでも、そう、確かに。ゆうちゃんデビュー終わって、うちデビューを果たしたの。あ、そっからなんかうち言ったら笑われるようになったから、うちんちが分かりされた。一時期あった、一時期ある、うちで、ね、私に直したんだけど、中学入ったら周りがうちばっかりあったっていう。なんかなんか今までに、あれ、何が情報好きな、お店がいるのかな、もっと。じゃあ多そうね。でそういうわけじゃなさそうですよね。まあ、しゃぶしゃぶしますか。しますよ、しますか。しゃぶしゃぶしますか。いきます。はい、うん、あ、本当になんかもうただこれしゃぶしゃぶやん。しゃぶしゃぶやん。美味しそう。でもね、豚肉ね、よくね、ちょっと火通しとかないとね、明日、うん、2人でちょっとお腹痛たになっちゃうから。お花、あお花、うん、いや、お鍋なんですけど、本当は、うん、ちょっとお肉がもうしゃぶしゃぶやってくれって感じを、あれだったね。もういけるよね。よいい、はい。ね、なんかめっちゃいいね。えのき食べたいでござる。入れてもいいでござるか。入れようでござる。よっしゃ、えのきが食べたいでござる。行く？うん。入れてくれ。しゃぶしゃぶする、うん、しゃぶしゃぶしたい。あー、ごまだれいいな。ごまだれ大好き。あー、いいね。でもなんかこれもう味がね、もともとそうだからついてるの、だしだから残像。なんでだろう、なんで悪いんだろうね。そうね、最後の方だけといい方がいいかな。あ、マロニーだ。マロニーじゃない、マロニーいるね。マロニーちゃん、おそろ、いとこもないな、ね、ちゃんとやっぱ正解だわこれ。ありがとうございます皆さん。沸騰してからですね。大正解。沸騰してからが正解ですね。ポン酢でいきましょう。一回なんかでもえのきさんなんか、うん、えのきさんゆっくり食べるからいいよ。
よっしゃ。こんばんは。みんな食べたかな、もうご飯。ミステロになってるかな。多分なってない。なってない。美味しそうじゃない。ちょっとね、そう一点、フォークとスプーンしかないんですよ。やっぱり足りないから。お腹すいた。よっしゃ、飯テロなってる。やっぱり冬はいいね。美味しい。よきよき。お食事し。そんな年齢不詳に見える？めっちゃ。ああ。うん。うん、美味しい。ちょっと喉乾いた。すいません、ちょっと。何を飲みます。うん、ふん、ふん。割り箸買っておこうだって。確かにね。確かに。夜勤は行ってきたんですけど、そこまで私も飲み物飲む。年相応。よっしゃ。意外とこれぐらいでも見えるわ、私。コメント24じゃない。17。花のセブンティーンだから。あ、動いちゃダメ、動いちゃダメ。動いちゃダメだって。動いちゃダメだった。うん、奥ちゃんのお姉ちゃんか。だって合ってる合ってる。私そうだね、今年19だからね。一応離れてる。一応今年そう2つはない。うん、ギリ学年が被る感じぐらいか。新たな走る、うん、懐かしいね。前座やばいね。5月7月6月。死ぬほど緊張したもん。やばかった。緊張した。うん、それも緊張したけど、ロマンスかくれんぼもめっちゃ緊張した。うん、やばかった。だって一人だよ。だからお互いさ、どういう感じでやったのか知らないから、うん、分かんない。でもさ、みんな多分それぞれ先生から動画もらってるはずじゃん。うん、でもみんなの見たことないからさ、知らないんですよね。うん、あ、ゆらちゃんのは見せてもらったかも。めっちゃ上手だった。あー、ほんと。緊張した？うん、覚えてないもんね。なんかそうだ、一番緊張はそうそう。うん、え、一番緊張すると思う。うん、やっぱり一番しないのソラハちゃんだから。あ、ソラちゃんは5分前に緊張するもんね。本当にね、この間も陸上公園の時出てた時に、うん、あのスタッフさんに緊張するって言われても緊張しないんで。出てて5分前に5前にめっちゃ緊張するって。分からない。空、そのソラちゃんよく見る。どっちですか。でもそう、意外とソラちゃんとあんま同じステージに立ったことがなくて、チャリコンは一緒だったんだけど、私なんかないよ多分。そっか、うん、公園がないか。ソラちゃんとあるけど、ゆらちゃんタイプはあんまない。そうだそうだ、うん。うん、だからフラワーとかチャリコンはね、まあみんなだったからね、うん、ね、チャリコンもすごい本当に大変だったね。うん、結構ね、毎公演ねストレッチがあったから、スカート左やったしね。ね。本当にあの写真だけはさ、それに何の話もしない。自分から。いや、もうあの写真だけは本当に私多分さ、私のアイドル資料で一番じゃない。どこの日刊スポーツさんか。ななどこの。多分モデルプレスさんだったっけ。モデルプレスさんか。分かんない。なんかで、ね、そう撮られたスカート開いの写真の飛んだアイコンがめっちゃ大きかったっていうね。じゃあちょうどね、横がゆらちゃん、おきちゃんで、多分まいちゃん、そらちゃんとかでかい二人が向こうだったから、奥だからね。そう、ちょうどね、みんないい感じなはずなのに。しかもあれ飛んでる時で、かつなんか台で、そう、私が台でね、足が見えなくて、ただ飛んでるのがなんか飛んでないようにそうちゃんと飛距離があった。もうあれはやばい。あれはもう私自分で見てもめちゃくちゃ面白い。本当にやばくないですかあれ。なんか最初そんなことないと思ってたの、なんか、うん、なんかくちゃんみたいな言ってきた時に、なんかそんなに面白くないなと思った。
そう、もう別にも全然面白くないみたいな、うん、ただ飛んでるやつが増えてるだけじゃんって思ってた、うん、次の日めっちゃじわじわ来て、そう、みんななんか結局その後いみたいなその後みんななんかやっぱ面白いってみんな言ってた、うん、でしょって言って、うん、私も最初そんなだったんだけど、なんかよく見たらめっちゃ私でかくないってなそう、めっちゃ、うん、面白かった、あ、いい写真だよ、まあね、いいかな、大丈夫、180ぐらいだから、ね、やばい、うん、スカート開いて、うん、何もかも捨てて愛に向かうよ、思ってる時なんて綺麗に綺麗だし、はい、うん、なんてバカな私なの、こんなに好きでいるのに、見てよ残像まだやばいね、そう1回しかね披露できてないから多分ね、うん、見てる方あんまり、そうね、そう、配信もなかったから、そう、いつか、うん、どこかでね、したくだから、お肉おいしいなやっぱり、うん、やっぱ買ってたねお肉おいしい、いつかやりたいですね。ね。うん。そんなやばいんだ。めっちゃ残像。動かんとって。動かんとって。けん玉は？あるよ。やる？パジャマでけん玉。すごいね。なんかね、こないだすごいなんか名言っていうほどじゃないけど、なんか何か、なんかけん玉は、うん、うまくはなんかやらなくても、そうそうそう、なんか。うまくはならないけど衰えはしないみたいなこと言ってて、違う、なんだっけ、けん玉はやらなくても衰えはしないけどやればやるほど成長するみたいな、そう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 、なんか本当にその通り、最近けん玉やってないみたいなこと言ってて、そう、最近できてないんですけど、でもだって実際やってたの小学生ぐらいなんですよ、うん、で高校でこうやって STU 加入してなんか特技いるなって思って、でもたまに弟がけん玉好きだからたまにねお家でやってたのやってたんですけど、うん、そんなにやってなくて、でこう入ってっていうになんか特技いるって思って、うん、もう一回練習したら普通にできたんで、けん玉はね劣れないかな、でもやればやるほどどんどん上手くなるし楽しくなるから、うん、ぜひ皆さんやってね名言だと思った、おすすめ、私も上手くなれますかけん玉、いやちょっとおきちゃんあれかな2年ぐらいいるかな、おき2年修行かな、そんないるでも私もだってめっちゃやってたもん、3、4年本当にずっとやってたから、うん、そう、うん、うん、割とコツコツするよね、たまごっちも育ててたし、うん、でも全部口パッチンしかならなくなってちょっとやめちゃった、なんかもうだって5代目ぐらいまで行ったのに、もう男の子なんですよそもそも最初が、なんかメメッチとかそう育ててたのに、でもみんなマメッチになって言ってた、最初は絶対マメッチになるみたいな、でその後からずっと口パッチン、マメッチから口パッチン、口パッチン、てかそんなにやってたのめっちゃやって、でも今もうだからそうちょっとバイバイしちゃった、うん、あれ卵からその1個目世代でもう違う、だからお亡くなりになっちゃうよ、あのお土産をね置けるの、うん、でも卵の家置けんからもうちょっと成長してって思いながら、うん、卵の家は置けないんですよね、なんか LINE で今卵っちできるんですけど、そうそう、一時期めっちゃ流行ってて ね、なんかめっちゃ流行った、めっちゃ流行ってた、ね、みんなやってた、みんなやってた、多分もうそうどうだろうね、でもちょっと今はみんなお世話できてないのかもしれないちょっとあれかも、でもねあれだからホテルに預けれるから、忙しいとお金さえ払えばホテル預けるの、でもだってすぐ死ぬ、そうそう、でもそんなに死ぬかな、すぐ死んじゃう、ほんと何してあげても死んじゃったから、結構ギリギリまでギリギリそう、口パチになるのはこれ結構すごいことなんですよ、ほんとに、うん、めっちゃすごい、口パチすごい、そう、溝口、うん、もうやってないです、溝口、すなわち友達、みそぐみそぐみそぐっち、ピッチリバッチリベリマッチ、めっちゃしてた、はしごあさごあさごみそぐっち、しんどいしんどいしんどいよ、ちょうどあげちゃったやつ、あげちゃった、みそぐっち知らん、でもなんかフーであげるんだろうなっていうのは想像できちゃう、みそぐっち、なんか最初のフレーズぐらいわかるけど、そんな全部歌える人、卵卵卵卵っち、みっちりまっちりべりまっち、卵卵卵卵っち、でちりでちりでなっち、卵卵卵卵っち、すなわち卵だっち、ただだだだだ、卵っち、今残像すごいって残像がね16ビート刻んじゃった、ちょっと刻めてる、知らんわ、
16位、ちょっと絶対刻めてない。 iPhone のあれが好き、あのアイソレーションやってほしいです。やだ、なんで首ってこと？首とか胸とかなんかすごい、あの、あ、右左左右みたいな。得意それは。とめっちゃ前のアイコンが一緒に、うん、一緒にやる。私でどうって比べる、はい、素人とか、どっちから、はい、前から。え、首、首から。で首はでもちょっと衝撃映像走らん。すごいよ、本気でやったらすごいよ。本当にすごいの、首本当にすごいから見てほしい。すごいから、めっちゃ首出るから前に、うん、いく、いく、いっ、始まんの、やる。じゃあ2人でやろう。一、うん、人で首は恥ずかしい。終わった、低い、ちょっと、あ、いい、うん。面白くなっちゃった。やばくない？素人だからこんぐらいしかいかん。でもそんなにみんな、うん、はい、右、右できないの、うん、私も右はなんかダンスやってる時はこうやってやって、あ、こうやってやってた、めっちゃ。あ、そうなんだ。そうで、なんかここ絶対動かしちゃダメよ、こうやってやったらダメで、そうで、めっちゃこうやって右に、難しい、くべっと。後ろもできないの私、どうやるの。え、後ろは二重顎になる。とりあえず二重顎にもうせんといけん。あ、後ろはもう絶対絶対誰でも絶対二重顎にするっていう気持ち。あ、すごいね、二重顎よ。二重顎だから恥ずかしいと思う。いや、もうみんな二重顎絶対。そこはそうなんだ、分からんけど。 左も難しい。かわいいな、いや、ガチじゃん、ほら。すごい、うまい。確かにちょっとめっちゃうまい、インド感。確かになんかすごいインド感。でもドラフト生の中で多分アイポンがうまい、本当に。でもゆらゆらちゃんとかも全然、ゆらちゃんもうまいけど、うん、アイポンこれがめっちゃうまい。アイソレーション、あとこの、この胸、あ、胸ね、胸やばい。胸のこう、こうやってすごい、めっちゃ動く。すごい、ほい、すごい、ほい、こうやってね、ほいほいほい、何したんこれ、やばくない？すごい、本当にすごい、ほいほい、なんかこう前出す前に一回後ろに下げた方がいい。一回下げてドン、一回左に行って右、うん、前出して後ろ、うん、右行って左、何したんか分かんない。アイソレーション難しい。やばいやばい、胸が本当にすごい。あとこれの、あのポニーテールとシュシュのこれの歩きがすごい。ボキちゃんのがすごい。ってここめっちゃ出る。すごい、本当にすごい。本当だよ、関係ないと思う、本当に誰でも。ここを出すって思えばもう誰でも本当にこれはいける。え、そう、戻すがしんどいんだよね。いや、でも体カチカチ、あ、ちょっと、え、本当に見てほしい。何か、ボキちゃんと私の体のカチカチ度。見る、いいよ。だって多分さ、わかんないか。え、ずるずるずる、足開いた、ずる、危ない。ほら、わかんないか。でも全然つかないんですよね。私たち2人体めっちゃ硬いんですよ。そう、あのね、一つめっちゃ面白いやつがあるんですよね、あの、あのこれ。めっちゃ硬いって、ほら、あのこれで、ほら、これ。あー、これめっちゃ苦手、苦手なやつ。普段のストレッチの時にあるのが、まとめて2人こっち向いて。え、やばい、絶対難しくない。こうやるやつ。あ、でも奥ちゃんうまい。あ、本当に？うん、全然普通に見える。嘘。やばいやばいやばい。あるの、私よりひどいことある？あ、ちょっと待って。あれ合っとる？合っとるよ。え、回した？塗ってるっけ？え、こう？うん。あ、ほら。あ、でもできとる？でもなんか上手い人はめっちゃすごい。そう、もうね、なんか違うの。まいちゃんとか足首持ってるから。そうそう、まいちゃんもあれだから、もうすべてにおいてさ、な。足めっちゃパッカンって開いてぺっちゃんってついてるのをなんか横目で見て、もう笑顔にもういるのがもう私はもう信じれんって思う。そらはちゃんもね、めっちゃ柔らかいの。そらちゃん、あ、そらちゃんも柔らかい、ゆらちゃんも柔らかい。だから最初本年ドラフト生5人でレッスンしてたんですけど、目が合うやん、2人のもうこう、ほら、もうこうやって2人で足が、ああみたいな。もうみんなぺっちゃんこだらにあれって、なんか普通のレッスンが目やから、あれ、もうとりあえずあれ、なんかみんなと違う動きが硬いんです。あ、でもダンス上手いの硬いの、もうほんとカチカチ体は、ね、でもアイソレはマジで上手いです。本当に本当に。でもダンス最初やってる時すごかったから、もうももしんだし、膝しんだし、ももしんも膝しんも私膝しんなの。本当に大丈夫、うん、でも治る。え、いつの間にか治る。そうなの。そう、2年やってダンス、うん、2年やって2年やらなくて、うん、1回2年開けて、うん、もう1回やったら私はなんか自然とももしんじゃなくなってた。ももしんでも膝しんでも。あ、そうなんだ。そう、ももしんってどういうこと？ももが動かないってこと？なんかもうとりあえずもう足がカチカチで、うん、なんかもう変な、やばかった本当に小学生の時は。 そんなこと。そう、若いからまだまだ大丈夫。靴下、あ、靴下はちょっとあのバズさんですね、バズライトイヤーさん、すいません。すいません、ただ可愛かったが、本当だ、可愛かった、めっちゃ顔、みんな顔に見えたかな。そう、ちょっとごめんね。すごい、バズさんのドヤ顔、バズさんのドヤ顔です、バズライトイヤーさんの。そうか、
なんかすごい肖像があれだと思ったかな肖像だと思ったと思ったみたいな。違うすごい靴下見えた。バズライトイヤーだよ。そう、うん、バズさんでした、すいません。そう、いや本当に上手マジで。すごい本当に上手い。なんかアイソレのなんか使う曲なんかあるっけ、やってほしい。あ、あのポニーテールのサビを歌って。どこでポーニー、あ、腕だけ。あ、行く、うん、え、そんなでもわかんないか。ポーニーテール、あれ腕、あ、腕できる、片手か。すごい、そんなにウェーブ、すごい。ウェーブはでもめっちゃ得意。ウェーブ得意なんですよ。そう、ちょっとやって。でも たたんと足からだから、やっぱりウェーブって。そう、そう、だからさ、片手でこうさ、こうやってなんか通してほしい。あ、そうそうそう、エンドロールのあれみたいなやつ。そうそう、だからこうワン、すごいめっちゃすごい。わかるかな、そう、通せない、どうやって通せる、うん、こうドン、すごい絶対映ってないから、ただお尻がブリブリになってるだけじゃんやばいって。めっちゃすごい、本当に。ちょっとそう、ちゃんと言えば、そう、今ただお尻がさポンってなってるだけだったら思った見たらわかる、これはめっちゃすごい、本当にうまい。そう、うん、え、だお尻プリプリになっちゃった青野原慎之介、あらあら、ね、そうそう、膝がカックになるの分かってくれた。そう、そんな感じ。やばい。で上もなんかグーンってなる、でうーんってなる。そう、もうマリーナさんとマイポンはめっちゃうまいなと思いながら。あ、マリーナさんも見てる、すごい。やばいやばいやばい、足が痛い。本当にそうよ、何してるんだ本当に。パジャマで鍋パでも何でもなくなっちゃった。ダンス教室になっちゃった。いつからダンスしてる？ダンスは小学生、小3、4、5かなと高校1、そう、高1。中学やってなかった？中学はそう、ダンス部入ろうと思ったらやってなくて。え、その間ずっとあの時やってたの？そう、だから一切ダンスもやってない、そう、だから。でもでき、そう、やっぱその小3から小5の経験がやっぱね、よかった。やってなかったら絶対私全然踊れてない。へえ、すごいな。いや、お尻残像、あ、そっか、そっか、よかった、残像なのか、よかったが必要くないから、お尻も残像それでも、それで大丈夫確かお尻残像かうん、そこにいる、ミシュ、ここだけできたらなんかもうで全然わからなくてもあれになる。え、そのあれ一本道に、なんかこういうやつ全然でも踊る、でも踊りたいな。ブレイクダンスできんないですよね。そういうのとジャンルが違うね。ヒップホップかな、一応言ってたの、いろいろ。愛しすぎる、うんうん、止まった。もうここなんか、ここめっちゃ好きだった、落ちるとこ、タタタタタみたいな、なんかチャン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 ってところめっちゃ好きだった。 A メロはかな、サビかな、サビの後かな。あ、そうだっけ、 A メロだったっけ。あの人が好きだった、ロックダンスとかかな、じゃなくてトトトトトンかな、なんかチャン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 、わかるよ。あ、違うか、ごめんようかな、なんなんて、あいうふうに、うん、こんばんは。あ、ごめん、アポもあれはもう踊れるから頑張ったら。いやー、もっとね、私は1年、ね、1年1年はいい1年いるから、いやいやいや、いけるよ絶対ね。まあでもダンスね、難しい、うん、小学校の時やってなかった。でもそう、中学生も、中学校もダンス部入りたかったんですけど、私の1個前の代でちょうど先生いなくなっちゃって、なくなっちゃった。ダンス部中学校の時なかったよ、先生が転勤しちゃって。そう、あったんですけどね、なくなっちゃった。うーん、なかったな、うちは。高校もなかった、ダンス部という、なかったですね。眠くなってきたご飯食べたら、ご飯食べて、9時、動いたら、もう9時だ、うん、ないと嘘です、うん、すごい、同時に揺れ始めたよ。いついつ出会う夜明けの晩、いや別にこれ寝る歌じゃなくない、雨が滑った後ろの照明、カゴメカゴメや、あれカモメカゴメかな、あれカゴメじゃなかった、あれもなかった、花一もめ、あー負けてくよし花一もめ、
かって嬉しい花一問目みたいな、スライドもう一度のグニュ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 ニうん、行きは良い良い、帰りは怖い。後ろに人？あ、私がいるわ、後ろに。アイコさんですね。水口のアイコです。そうね、ちょっと怖かった。怖かった。私も怖かった。ね、後ろに人。あれ、確かに花一問目って実質ドロフトだって。どういうこと？指名されるから。あ、怖っ。あ、花一問目？あ、そっか、花一問目か。あれ、カゴメか。あ、カゴメ。怖いな、花一問目。カゴメは怖いでしょ。ここで怖い話を一つどうぞ。なんかあります？最近はしないんですよ、ね、ないです。怖い、だってお化けも見えないし霊感もないから、その何も。でも私のそう家にまえちゃんが泊まりに来たらめちゃくちゃ信じられないぐらい金縛りにある、あ、金縛りにはいますね。まえちゃん起きる時もうやばいから、もう私もびっくりしちゃう。もうやばいですみたいな。まえちゃんもうびっくりして、なんかいるのかなってなる。そんなになんかいるのかなってなっちゃう。でね、横でね金縛りに合ってるってなかなかないから、ね、そうでも大丈夫、私の家でもなってたから。そう、いや怖っ。でもどうすればいいのか分かんない。そう、どう助けてあげたらいいのか分かんない。でも金縛りめっちゃ怖いから、私もね2回だけ会ったことある人生で、ね、かめっちゃ怖い。怖くない？ある？なんか金縛りっていうか体が動かなくなったことが1回だけある。聞いたことある聞いたことあるな、めちゃくちゃ。まだ行ったことないな。あ、まだ行ったことない。これなかなか癖すごいですよ。あ、行ったことあるっけ？ある。なんかホテルの部屋に泊まってたら、なんかめっちゃ眠くて寝ぼけながらこうあって、パッて見たらなんか黒い人影が見えて、で、あっって思って殺されるって思ってたんだけど、なんか5秒後ぐらい考えて、あ、これもしかして寝起きの時計なのかなって思っておかしくない？まあでも確かないことはない。なぜか寝起きの時計なのかなって思って、なんかしかもなんか廊下でめっちゃガサガサ音がしてたから、なんか人がめっちゃいる音がしたから、うん、あ、これ絶対なんか、しかもチラッて見ててカメラが見えた気がしたのもうだからすごいな、うん、だからちょっとなんかいい感じに可愛く寝る体勢を変えようと思ったけどもうビビって、あの、腰抜けてるから体が動かない。いや、それやったら腰抜けたんだっけ？多分金縛りではない、ね、と思って、で1時間ぐらいなんか寝たふりしてたんだけど、もうそれはただのハンガーで人影でもなんでもなかった。1時間寝たふりがすごくないですか？いや、ずっと信じてたの、まだいるまだいるみたいな。そっか、でも確かに怖い、人影が見えてるからずっと。でも気づかん、20分ぐらいに気づかんかった。あれ、こんな起こされんみたいな。結構ずっと寝てたよすごい、めっちゃ怖かった本当にね、一回ね、頭が想像もう認識したらずっとそうだと思って。確かに私も一回実家で、そう、2階で寝てて1階ですごい物音して、多分なんか落ちただけなんですけど、うん、怖くて動けなくなった。だよね、怖いね。怖い、やっぱね、人怖い、うん、めっちゃ怖かった、それは。いや、普通にね、あの、人って分かってても体が動かないからね、うん、もうびっくりした、こんな動かないんだって思った。怖い、怖いね、うん、かわいそう、まいちゃん一回絶対お払い行った方がいい、うん、おかしい、あれはあれはもうでもまいちゃんあの金縛りにあって、もうあってなって新幹線でもなってたから。え、なってたくない？あ、そっか、横真ん中だった、そう、真ん中だった、怖かった。なんかこうはってなって、あ、はってなって、もう一回寝るんですよ、まいちゃんで、またはってなって寝るのなんで寝れるのと思って、一回焦んない、なんかもう心臓がね痛くならないのかなと思って、うん、この間もなんか言ってたよ、アイポンちゃんみたいな、そう、アイポンちゃんっていうか、まいちゃんもうここで寝ない方がいい、あなたはね、まいちゃんとりあえずもうここはやめとけって言った。でもめっちゃ寝てた、ね、そうでも寝るのね、寝てた。私かわいそうだけど、あれさ、ずっと起きてたからさ、携帯いじってたから、なんか言ってるわ2人が、2人の言ってずっと聞いててさ、もうでも私も寝ぼけて、この間ちょっとギャグだった、ギャグチックだったやりとりが、本当にアイポンちゃんみたいな言ったら、アイポンももうここで寝ない方がいいよみたいな、まいちゃんって。で私も眠い、結構夜中で眠いしそう、もうパニック、めっちゃ面白かった。なんかそう、もうやばい本当に。いやでもね、本当ね、うん、どっちかの家か、家もそうだし、まいちゃん自体もそうだし、多分ね払った方がいいんだよあれは。そんな割合多いよ本当に。やばい、わかんない、私の義務だけどね怖いな、うん、悲しわりに。そう、アイポンちゃんあれどっちだったっけ。アイポンちゃんって言うよね。そう、アイポンちゃん、珍しい、アイポンちゃんって言うの珍しい。アイポンにちゃんつけるってね、どうなんだろう。
でもあれじゃない、うん、同じじゃない、だし同い年じゃない、よくだし役年だったかな、うん、え、穴に落ちる夢で実際に心臓止まるんだって。いやもうやめて、だってビルから落ちる夢めっちゃある、よく見る。夢というかあれじゃない、なんか寝るか年間の狭間でビルから起きたってなんかなるかな、あれ違う、なるビクってさ、ビクってなる、うん、怖い、夢って怖い、やだやだって覚えてないんですよね、あんま最近夢覚えてないな、覚えてない、懐かしい、うん、何が懐かしい何が分からん脳がちょっとおかしくなっちゃう、うん、残像残像、これどれぐらい悪いんだろう、うん、顔は認識できてんのかな、うん、真っ暗になればいい、見てみよう私のタブレットで、あ、いいですね、やっぱタブレットがある人は、うん、パパがね、ママがケース買いなって言ってたらパパがもうすぐ送ってくれた、うん、よし、あ、充電がないですね。充電がなかった。充電がなかったみたいです。大丈夫かな。残像パネ。え、そうなんだ。もう見えない、私たちもすごい、じゃあもう本当にあれだったんだね。本当にオーケースプリプリプリ残像だったんだ。申し訳ない。じゃああんま意味なかったのかな、私たちがあのアイソレーションやってたの。ああもう本当にじゃあみんなよくあれ本当にありがとうございました。多分あの私たちが頑張ってるから。多分笑った。笑ってくれてたね。笑ってくれてたのかなって思って、うん、食べる鍋もういい、えちょっと食べようかな、食べる、私もえのき食べたいんだけど、えのきがね、あちょっとあ向こうにあるのかな、うん、えのきが大好きなんです、あ、うん、ついたついたついた、よしよし、やばいかな、やばかったらちょっと、そうね、この子がやばいね、もうこの子の Wi-Fi 自体がやばい、あ、切る、私もね、Wi-Fi 切ってもいいんだけどね、もう、そうでしょ、もうあとね、1.5 ぐらいしか、怖いよ、奥ちゃん、え、県外って書いてある、あ、なったなった、びっくりした、びっくりした、県外になっちゃった、デザートはないんだけど、あとね、じゃあパジャマでね、こうやって2人でキャッキャしようかな、あの腕組んで買いに行きます、テレテてんてんてん、うるさが出てくる、てんてんてん、あれ調子あるな、たた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 た、今日はお下げでございます、調子が悪い、朝からお下げなんやで、アロハウェイ、やばいやばいしてきた、やばいしてきた、唇に触れたの柔らかダイヤモンド、今まで君が守って、あ、デザートじゃあタピオカ作ってあげる、でももう一回作った、あ、え、あ、え、え、体調不良タブレットも体調不良だ、体調不良だ、ありゃりゃ、なんかもうちょっと充電してから触ってあげるみたいな、またすぐやりそう、まあ、でもまあまあまあ見えてるんでないの、見えてるんでないの、うん、何する、お鍋にタピオカは嫌だよでも iPhone、 タピオカについて語るじゃん、 iPhone が語れる分野といえばタピオカについて、でもタピオカ語るって言われてもそんなに、どこが好き、正直あのあれですよね、もうあの自分でそう茹でて作ったタピオカか、うん、何箇所かのタピオカしか飲んだことないから、そんなにプロでもない、だって東京に死ぬほどあるじゃないですか、タピオカ屋さん、いつか行ってみたい、行ってみたい、もうタピオカのためだけに全然東京ツアー本当にやるやる本当にいやずっと言ってるんですよタピオカ、でもなんか確かにタピオカは飲みたい、飲みたいけど私はあのなんか多分私で言う喫茶店のプリンが iPhone にとってのタピオカなんだ、ああそういうこと、そんな好き、好きなんだけどあんまりねないじゃん、あ、まあ、しかも私あんまりこう個人経営にしていきにくいから、あ、でも喫茶店のプリン美味しいんだ、固めのプリンが好きなんですか、手作りプリンってこと、手作りの固めの、あ、卵って感じのプリンが好き、ああ美味しい、ゼラチンゼラチンしてないプリンが、でそれが割となんかこうちょっと良きだなって思ったのが東京の喫茶店ばっかりで、あ、いつか行ってみたい、巡る、巡るじゃん、お互いじゃあ離れる、別々でだってどうせなんか原宿とかでしょ、私ちょっと裏の方行かなきゃいけないから、あれですよね、腹
原宿とかね、東京まで一緒に、東京まで一緒に行くか懐かしい ね懐かしい夜行バスね、そう、あのなんか何、岡山から夜行バスで、あ一緒に乗ったことはないって、一緒に乗ったことはないけど、あのなんか時間帯が1時間ぐらい違うバスに乗って知ったことあるね、岡山から夜行バス大変だったよね、あれなんかあれじゃない、奥ちゃんが先について待っとって、そう行って何したっけあれ、一緒に普通にご飯食べたっけ、あなんかうろうろしたくない、東京駅かな、なんか東京駅の地下街の行った行ったけど多分朝早すぎて何も空いてなかった、そう結局そういえば行った、そういうのもねめちゃくちゃね緊張してたのね、今となってはね緊張してためっちゃ緊張してたって、いろいろそもそもあんまりやっぱ本当にその年齢が違う、ね、年下も年上もねそんなにあれだったからめっちゃ緊張した、そう岡山ねから2人で、そう遠いよね遠い遠い、めちゃくちゃ遠い、10時間以上以上とかじゃない全然ね、懐かしい、怖いな、ね、もう懐かしいね、もう多分さ乗る機会がないわけじゃない夜行バスって、そんなに、うん、でもちょっと懐かしいから乗ってみたいな、ね、大変だったけどな楽しかった、ね、まあでもやっぱね、そう車とかでもねバスでも、ね、寝れるのは寝れるんだけどさ移動しなきゃいけないからさ、そう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 寝るっていうってなっちゃう、そう新幹線はねでもね私割と寝れるんだよね、でもなんか広島から東京だったら4時間あるからめっちゃ寝れるじゃん、うん、でもなんか大阪とかに行くとなんか2時間って中途半端だから寝たくないんで、最後の方に眠たくなって、あでも寝たらってなっちゃ う4時間はね割と好きだから私ね好きなんですよ、あ確かに、でもねっていう最初でねちょっとゆっくりして3時間ぐらい寝れるっていうね、うん、あれはいい、みんな寝てる、七並べもできないから寝ながら並べてるから、そらちゃんだって七並べできなくない、なんか新幹線とか、あそうだから新幹線めっちゃそうだからねたまに、ね、並べない、そう握手会の日の朝とかだから私は東京着いてからその会場に行くまでのなんか移動中に並べます、ね、新幹線でももうそらちゃんとかね、そうそらちゃんすごい七並べ、うん、どうしても並べたいから私も結構ね並べたいからもう流行ってる、でもねそうもう切れちゃって、そう多分コンピューターになっちゃうんだなね、あれってさ、ね、勝手に切れたらコンピューターになるの、コンピューターそうコンピューターめちゃくちゃ早いよコンピューター、もうシュッシュッシュッって出してくる、あじゃあこの人コンピューターだって分かる、全然分かる、あ切ったなって切ったなって分かんない切ったなってなる、でもね切れちゃうこともあるからね、そうねしょうがないね、分かるよね、並べる、あ並べれないのか22時来たら、そう並べれないの、並べたい、私も本当に24時間全然並べる20時間は24時間なのに、本当に私なんか勝ちで終わった日は勝ちでをなんかもうやめたい、あーなるほどね、負けて終わったら勝つまでやるけど、なんかもう一回勝つかもって思う、あれはなんかそれは賭けに出る、なんかその時のなんかギャンブラー的な感じでなんかまだいけるなって思ったらまだ進めて、あちょっと今日はこの辺で勝ち逃げしとこうって時は勝ち逃げする、勝ちでとりあえず終わりたい私のポリシーなるほど、ね、だから今日も朝やった時は勝ちで終わったから、あ勝ちで終わってもう一回行こうかなって言ったらちょっと2位で終わっちゃったから、ちょっとあ負けたね、うんちょっとやめときゃよかったなって思った、やっぱ1位以外あれだからちょっとかっこよくない、えごめん聞いてなかった、ごめん iPad さんちょっと立ち上げてたそりゃ、うん、あれ立ち逃げしたい人なんです、どれぐらいあれなんだろう、うん、あ見れる、 あごめんなさい知らない人入っちゃった、プチプチプチって、あちょっと、あごめんなさい、あ見えるっけ、見えるんか、ええあ見れた見れた、どれちょっと奥ちゃん前向いて前向いて、見る見る、あえ全然、え全然画質、じゃあ動いてみて、え全然、あーでもそっか、え私え結構やっぱ動いたら残像すごい、残像すごい、うん、あ本当だ残像すごいね、えいつ動くのかじゃあめっちゃ時差ある、時差あるね、すごい時差が激しい、ポダンス
ッポダンスどうですか、良きですか。みそぐちゃいこ、みそぐちゃいこ、あ、そっか、みそぐちゃいこ、みそぐちゃいこ見れない、危ない危ない、みそぐちゃいこ、こっちから配信だったら店長配信になっちゃう、こっちに配信しますって言ったらこっちになっちゃうの、そう、ゴーンで、おーって、あの画面がコメント見ていいじゃん、いいよ、あ、そっか、起きちゃうね、目が悪い、目が悪いんですね、目が悪いからコメント見よう、時差7秒なんだ、あー結構ある、今日いつもでも3秒とかの気がする、うん、ラッホー、いやいや今そこ別に1分寝ろ、いや結構あっ、あっ、ね、うん、そう、ドラフト岡山コンビです、ちょっとリップ塗ろう、そうだよ、ドラフト岡山コンビ私らだけだよ、で、いや中国渦になったらミカニャンとユラさんが入る、うんうんうん、なんかショールームってさ、うん、アカウントがふよふよしてんのが綺麗に、ほんとだじわじわくんだよね、確かにじわじわくる、でも今私たちがふよふよしたらあれになっちゃう、ああ、あかんわ、かわいいねこのパジャマ、ほんとだかわいい、でもこれかわいいね、これめっちゃ好き、ここがそう、ですね、ボタンのからなんだけど、ここよきポイント、ハート、かわいい、そう、かわいいんですよねこれ、私ここにハートの袋あるから、え、見る、うん、え、そんな見ていいの、見て見て、失礼します、あるでしょ、え、すごいハートじゃない、ハートだ、そうそうそう、確かにハート、じゃみんなにはね、へぇ、時差がすごい時差すごい、時差がすごい、ほんとまだ全然、うん、よいしょ、なになにタピオカ、タピポン読んでるコメント何、タピオカ、え、でもずっと変わんないんだもん、多分時差が、あ、変わ、あ、変わんないの、うん、ダメだね、電波かな、多分かな、うん、あ、オッケーオッケー、流れる流れる、こっちの方が早い絶対見える、あ、でもそっか、こばにゃ、岡山といえば何、もう私はとりあえずフルーツなんだけど、おきちゃんがねあれだから、そこは分かり合えない、あ、もうサンシャインマスカットめっちゃ好きだから、そう、サンシャインマスカット、あれサンシャインマスカット、あれ違うっけ、なんだっけ、サンシャインマスカットか、知っとる、マスカットシャインマスカット、絶対そう、シャインやつ絶対おかしい、今あれサンシャインじゃない、サンシャインマスカット、イエーイ、それはイエーイだよね、びっくりしたね、サンシャインマスカットだよね、びっくりした、サンシャインじゃなかった、ちょっと言っちゃった、好きだからやっぱりやっぱね好きだからちょっと出ちゃった、ね、びっくりした、あれサンシャインマスカットって一回言えばあそっかってなんか合ってるわと思ってサンがいらなかったね、え、知ってる、あのマスカットの本名、知ら、何、なんかマスカットアレキサンドロなんとか、あ、それでもそういう種類じゃない、本名フルネームらしい、え、本当にそういう種類のマスカットだ、ね、え、私一回調べたんだ、あ、じゃあ調べてるなら合ってるわああ、そう、アレキサンドロバンマスカット、そうなんだ、それ本なんか品種かと思ってた、そういうもん本名なんだ、桃はね、なんだろう、岡山白桃、白桃なのかな、うん、だね、だいたい美味しいね、私はね、うん、おすすめは冷凍して、冷凍、桃切って冷凍して、で、凍った桃と氷と練乳かな、うん、あ、いいね、とかなんか入れて、あのジュースにする、をミキサーで回して、あ、おしゃれ、シャリシャリ感もありし、そう、美味しい、スムージーにするんだね、そう、よくママがね作ってくれてた、美味しいね、スムージー、スムージー、スムージー意識高いね、そう、意識、スムージーか、そうか、スムージーか、桃ジュースって言ったけどスムージーだな、意識高いな、うん、意識高い、スムージーは意識高い、うん、わ、ごめんなさいあ、ただ髪の毛バサバサになってるけど、あ、あれは偶然、そうなんだ、本名、なんか羨ましいです、スムージー飲めるの意識高いから、いや、なんで、絶対あれじゃない、食べれるよ、うん、スムージーも、うん、うん、最近スムージー飲んだよ、おお、どうだった、
それでも違うスムージー、ナッツのスムージーあーが飲みたいって言ってたやつ、気になるみたいな。あー、はい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 、あれはナッツ、フルーツ入ってない、うん、あれはいい。アイポンね、三つ編みしたらね、とんでもない学級委員長感出ちゃうんだな。学級委員長でも、そっか、パジャマならさ、ワンちゃんあれかな、くしゃみでさ、うん、くしゃみ、くしゃみかわいいか。私のくしゃみね、あの飛ぶ速度による何出なかったくしゃみ速度やるの、うん、速度が短い時は可愛いくしゃみが出るけど、あ、速度が大きい時は、私くしゃみしたらお腹痛くなるから、うん、お腹痛くしないように口を大きく開けるんで、はぁみたいな声が出るはぁはぁそれは嫌だな。なんかそのままフッってやっちゃうと腹筋に力入るからめっちゃ痛いんで、ちっちゃいくしゃみは全然痛くないんですけど、三つ編みやってみる。時速何キロ、新幹線とくしゃみは一緒らしい、ね、本当に本当本当、くしゃみの速度、新幹線だっけ、しゃっくりかな、あの目つぶらずにできんみたいな、やない？くしゃみ多分絶対見ってなるわ。あ、目開けて目開けてくしゃみできんってこと？多分できないと思う。そうなの、初めて知った。すごい。おいおいおい、可愛くない。何が何が？三つ編み？可愛いよ。あ、今結んでるわ。見えるわ。あ、時差なくなった？結構。うん、確かに。あ、でも若干時差。若干時差があります。若干あるか、うん、いや、くくったままね、ここで終了ですよね、私の場合。ちょっと待って、紙ゴム、ここある、確か、あ、そこある、あった、おっぱ、自分で編んだよ。でもね、ショールームだから分かんないけど、だいぶ汚い私の髪の毛ね、クリームで一回まとめないとバラバラするから。じゃあやってみよう、うん、でも女の子はもう誰でもさ、三つ編みは絶対できると思うな。そうだね、私できなかったんだけど、小4の時、うん、家庭科でミサンガ作らされた時に習得した。そう、ミサンガミサンガ作るから、作ってた女の子はミサンガ作るから、そう、ミサンガ作りがちですね、うん。なんかちょっとすごい今日はな、まあよいしょ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 。そう、私ね、髪の毛の量がね、すっごい多いんですよね。ミサンガは、私は家庭科の授業じゃなくて、クラブで作りました。家庭科クラブで。ああ、すごい、作った、普通に作った。小学校の時はね、エプロン作った。高校でもエプロン作ったんだけどあ、でもエプロン作りがち、作りがちエプロンなんか作ったな、家庭科だったっけ。家庭科だよ、きっと。エプロン作ったな。何作ったっけ。ここどう、できた。ナップザック作りました。あ、できてる、できてる、うん、太いね、太め、多分ね、髪の量が、ね、そうだね、多いもんね。乾かすのめっちゃ時間かかるから、30分ぐらいかかってる、いつも。うん、メイクさんにもいつも言われるもん、これ絶対乾かすのやばいでしょって。やばいんです、もうすごい時間をかけてるイメージ。この間アイポンが髪の毛乾かしてる時にイヤホンしてて、で、私とマイちゃんでアイポーンアイポーンって言って結構ね、そう、夜遅かったんですよ、だからね、アイポーンアイポーンって言って、なんかドライヤーしてイヤホンしてるのに私たちの声は聞こえるのかチャレンジみたいなのしてて、意外と聞こえる、意外と聞こえて、何って言われて、ちょっとね、私もね、眠たかったからね、ちょっとあんま覚えてない。すごいの、 iPhone がね、 iPhone なんでも、うん、なんか私がなんか意味のない行動をしてたんで、なんか物を積んだりとかしてて、したらなんか、それ眠たい人がする行動みたいな、あ、そうそうなんかすごい、すごいね、突っ込まれてね、ちょっと面白かった。あれ、やばくない絵がきつい、きつくないよ、全然、うん、かわいいよ。前髪以外にする、ね、あ、確かに分け目が反対だ、あ、本当だ、恐ろっち、おさげ姉妹に見えます、よいしょ、姉と妹、じゃあ絶対姉になる、私だよ、長女は。本当に、うん、なんだかんだ言って妹キャラじゃないからね。確かに、でも妹キャラじゃなくない、あなたも、うん、でも割とでも
年下感出てるよ。うん、岡山姉妹、 OKY 姉妹。なんでわざわざ OKY？ 岡山、まあそう、わかるよわかるけど、なんで岡山姉妹なら OKY 姉妹になった？親子？おい？そこまで離れてないよ。おいおい、そんなにないよ、うん、良き、良きかな。なんかあれだな、うん、冷たい、うん、あのジュース飲みたくなってきたな。わかる、わかる、わかる。ちょっとじゃあ割とね、私じゃんけん割と似てるんよね、なんか好みが。だからね、一緒にコンビニよく行くよね。コンビニ行ってなんかめっちゃ長いのね、私ら選ぶのが。この間磯貝さんにコンビニで会って同じぐらいに入ったんですよね。で磯貝さんとなんかこのアイス美味しい買ったらしいですよみたいな話とかしてたんですけど、磯貝さんが買い物終わった後に、ねえまだ見るのみたいなこと。おきちゃんまだその時何も持ってなかったから本当にそうそうそう、私なんかもうコンビニもウィンドウショッピングみたいなやばいよ。そうそうそう、でも本当なんかおきちゃんが大体見つめてくるんですよ、で何コンビニって言ったら、うん、そう、コンビニ行っちゃいます。最近だってコンビニって言わない、こう行くっていう、こうみたいな、こうみたいな、こう行くって行くってなる最近ね。目線で分かる。止まってる時とかの朝でも起きた瞬間になんかこう見てこうみたいな、こうこうコンビニ行くみたいな、行きがち。なんかコンビニに別になんかコンビニが好きとかなんかお腹空いてるとかで、お腹空いてるわけでもないんですよ別に特に。なんかなんかコンビニになんか外に出たい口実がもうコンビニになって、確かにね、なんか出たく運動するほどではないけどちょっとショッピングしつつみたいな、うん、うん、こうって言ってる最近はね。そう、もうこうでいける、こうでいけるよやば、一緒のタイミングだった今度一緒にゴキブリヘアする？何？ゴキブリヘア？普通に。ああ、ゴキブリヘア、多分やったことない。あるっけ？私はね、あんまないな。ね、ないよね。アイポなんかポニーテールとお団子のイメージ。そう。大体本当に。ポニーテールの日はテストがあるんだよね。気合い入れるんだって噂で聞いた。少し離れ、僕は外へエールを送った。はい。あれ良くなかった？センチメンタートレインの2番の歌詞なんか可愛くなかった？可愛かった、めっちゃ可愛かったよね。ね、キュンキュン、キュン可愛い、なんだっけ、キュンキュンキュンするのかっっみたいな、そうめっちゃ可愛い。残像がすごかった、残像すごかったセンチメンタートレイン最近めっちゃ好き。チュン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 、あ、そっちだった。チュン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 、なんかすごいブーンって言ってるわ。ちょっと見たい。どんな感じ？やばいね。みんな気づいてるかな？溝口愛子2人いるからね。あ、3人いるわ。え？タオルに溝口愛子、壁に溝口愛子で溝口愛子だから。でもなんか違うね。顔変わった？変わった、なんか衝撃発言みたいな今。違う、なんか赤抜けた、本当に、うん、いや笑ったらこんな、笑ったらもうなんかでもさ違うよね、ちょっと本当に、うん、変わった、うん、今シラッと顔変わったって違う、そういう意味じゃなくてね、びっくりしたね、シラッと。あ、そっか、私自分の見れないんだ、外からなら見れるのかな。あ、コメント、でもコメントが見れるからあれやん。そんねは恋と呼べるような確かな。あ、意外と結構鍋見えとる。本当だ、鍋でも鍋見えとった。あ、本当だ、鍋見えてる。もうちょっとねカメラが遠すぎてね、顔変わったね。違う、いい意味だよ、いい意味ね。じゃあ好きじゃあ好き好き、疲れちゃった。それ今の方が可愛いそんなに、ちょっと芋だったよね、私がさ入ったばっかの時、ちょっと芋すぎたよね。いや、私なんかもうほんと、あれだからお化粧したことなかったから、うん、そうだね、そう、いまだにね、うん、ちょっとよくわかんないんだけど、どうにかお化粧してるから、うん、肌とかめっちゃ綺麗だから、いや、うん、あれちゃう、
ぱりね、何かしら変わる気がする。でも潜在写真ね、私結構ねあれだから笑顔良くない全然本当に、うん、結構多いよ。そう、まぶ、そう外でね、あれは眩しかった。確かに、ね、しかもあのレフが逆にすごい、そう太陽が、なんであんな目が開いてるのか分かんない。さすがだなって思って本当に。私もピクピクしてた。ピクピク。私もうね無理だった。ソラハちゃんとかめっちゃ時間かかってた。ソラちゃんもなんか3、2、1みたいな。前ソラちゃんとあの握手会の時に外にね写真撮り行ったんだけど、もうソラちゃん無理だった。もう全部あもう眩しいから全部あの笑顔で可愛い。そう。もうね、私も目の力弱いからもう大変。ね。ありがとう。嘘カープ買った。うお最初サイズおかしかったよねって。何サイズ？あのトリミングが、あっでも言ったら治ったからちゃんと。そう iPhone の感じでした。みんなね全然私も気づかなかったんだけど、なんで気づいたの？なんか多分並べた感じそうなんかこうなんかみんなとね、そう空がなかったのかな。いや空が広かった。なんかね、私だけみんなこの角度、みんなこう大きい、私だけこんな感じでなんかこうなってトリミングがね、そうちょっと違ったんで、スタッフさんに言ったらめっちゃそう、ああってな、本当だって治ったんですよ、ね。めっちゃ面白かった。全然あのままでもね、私は本当青空良かったよね。でもね、青空結構面白かったし、もあれ私なのか青空なのかメインがって感じ。結構青空だったけど、でもなんか青空の下笑ってるんだろうなっていうのが伝わるから、そうそうそう割と良かった。でもほぼもうここら辺までしか映ってなかったから確かにみんなここら辺までそう結構あれもう顔って感じだったから。確かにそういうことあったね。懐かしい ね懐かしい。そういうことも実はあった。めっちゃ空って感じだった。空、ザ空だったね。ぴょん懐かしい。ぴょんね、寝てるよおいおいおい寝てるよ。やばい、食べたら眠くなる。甘いもの食べたくなってきた。わかる。なんかあれ買えばよかったね、豆腐のデザートね。なんかあった。スーパーに豆腐なのにね、豆腐売り場のとこに豆腐のデザートがあって、なんか豆腐に何あれ何かけるんか、黒蜜みたいな。なんだったっけ、多分そんな感じだった、うん、買おうかめっちゃ迷ったんだよ2人で、うん、えってなったけど結局やめちゃったね。美味しそうだった。でも、うん、でも結構ねそんなにね、あのお手頃ではなかったけど、そう高かった意外と、ね、迷ったんだけど、いつかまあいつか食べようね。でも美味しそう、豆腐にね、うん、うん、豆腐、木綿の豆腐があるから初めてかけてやだちょっと絶対違う、それはそれ違うか、絶対違うよ、うん、うん、残像、残像だそっか、もうそんななんか経ったんだね。難しいね。やばいね、だってもう冬だよ。冬来るね。めっちゃだって、ね、クリスマスに合宿だったもん。で家族はケンタッキー食べてる写真送られてきて、ああってなったもん。24、25。そうだ、そうめっちゃだから、この寒くなってきてから合宿だった。そう11月に最終、めっちゃ寒かったんです。もう東京駅の朝が寒すぎて、もう本当に嫌で、夜行バスだからめっちゃ早く着くので、もうしかすることがないからずっと座っててめっちゃ寒かった。懐かしい。寒かった、もうコート着込んで、うん、でもね楽しかったけどね、やっぱり、うん、いろいろねあったけど、嫌いじゃない本当にね、毎週土日ね、ほぼ毎週だった。そう、すごいね、なんか受かるまでって本当なんか運っていうか、なんだろうな、すごいいろんなことが重なってよね。うん、だってもう一回同じ人生歩んだとしても本当に受かるか分かんないからさ、うん、なんでなんだろうね。ね、それもすごいね。すごいよ本当に。だってもうやばいですよ私、多分二次審査の時の私もうとん全もうクソダサいしそうなの、もうドスッピンだし、しかもそう最初喋れなくて、何言った、めっちゃ固まっちゃって、なんかさ30秒、そう多分なんか30秒もなかったんかな、結構あの なんかね、いろいろそう名前と意気込みとみたいな感じで、うん、結構最初黙っちゃって、めっちゃカメラあるんですよ、うん、でめっちゃ大人がいて、いた大人の方々いて、そう、もうでなんか結構私そうだから3番だったからめっちゃ最初の方だったんですけど、同じ部だよね多分。そうだったっけ、あでもそっか、一番最初そうなんじゃないか、多分ね、私ね、渡辺香里ちゃんが私のこと二次審査で見たって言ってた。あじゃあ同じなんだ。お昼ぐらいだった。そう、でめっちゃうわなんか思い出すな、すごかった本当に。緊張した。何言った、
剣玉が得意ですって。いや 何言ったっけ、とりあえずなんかもう頑張りたいですって、なんか本当に全然ろくに何も言えてないから、あ、うん、まあ今回ここまで来られただけだもって思ったぐらいあったんだけどね。まさかのすぐだったよね、発表ってさ。そう、もうすぐちょっと別室入って、別室入ってめっちゃすぐじゃん。もうすぐだとえみたいな。そうだから10人どこがね、わかんない、本当にみんなわかんない。うちは10人チームで4人二次審査かったんですよ、ね。あ、でもそれ大体3、4人で結構だからそう。だから、ね、でもね、他のチームはもう10人中7人とか10人中1人とか。本当に結構うちも4人ぐらいだった気がする。なんか言ってた、別の子は7人受かったとか。そうなんだ、結構がっつり。1人しか受かんなかったとか言った。でも結構そのもう最初の面接からもうすごいあのキャッチフレーズ言ってる子とかいて、私の組で、だからもうやばいと思ってパニックになっちゃったね、本当に。うちもなんか面白いこと言ってる子とかいたな。そう、面白かったなんか面白いこと、おーおーって感じだった。そうだから、お礼配信 してないんですね、私は。多分あのみんなあのなんだっけ、最終審査受かってから、うん、その会場でみんな多分ねお礼配信があったと思うんだけど、ね、私多分誰にお礼そうまだ配信をしたことがなかったから、多分皆さん誰一人私のこと知らないから、そうね、あのショールームしてない子だけ別室に。そう、誰が行ったのあの時。誰が3人ぐらいいたんだよね。そう、でもあれかな、多分今入ってる子多分いないかな。どうだったっけ、忘れたんだけど。そう、ゆりちゃんとか。あ、ゆりちゃん、そうだそうだね、一緒に初めての一緒の時に。どうしますどうしますって、私やばいから最初の配信、その見てみたい。レッスン場、レッスン場合宿所で、うん、そうみんなで配信するってなって、配信したことない子もするってなって、うん、わかんないからずっと手持ちだったんですけど、30分ぐらいやったのかな、本当に30分間、うん、本当に始まってますかこれって本当にずっと言ってた。これ本当にこれ合ってるんですか。なそうだから、なかなかねコメントもそういただけなくて、だからこれあの時ねみんな言ってたからね。そう、しかもだから多分すっごいもう60人とかやっててプラスで、そう多分初めてだから、うん、もうやばか、これあれですかねって合ってるんですかねそれはそうだって始まってますってずっと言ってた、うん。そうだから、それでも初配信って言えないよね。普通に自宅で言えるのが、まあ、自宅も結構、自宅の初配信もやばかった。やばかったな、やばかった見たかもしんない。あれ違うかな、私ケンタが何回か、そうだ何回かコメントしてくれた気がする。多分なんか一番最初の方の配信行ってなんかケンタマやりますって言うから数えてたん、ずっとタップして1、2、3、4、5そしたら1000回ぐらいやつ、そうそう1000回超えたのそうだからもう無理だった。ミード戦ローム戦に戻っちゃったって、ね、そう懐かしい。絶対やめてね、その映像は。本当にもう私絶対やめて。あるの、始まってますか、始まってますか分かんないんですよね。そう、懐かしい。だからね、今こうやって本当コメントね、ありがたいですね、うん。本当に分かんなかった、始まってるかどうかも。まあね、私もね、なんかタブレットで、初がタブレットだったから、うん、マジ音質も画質も悪いし、あ、うん、そう懐かしいですな。見たことない、見んといて探さんといて。なこともありましたね。あ、ちょっと骨が痛い。ああ、めっちゃ乗った今。今ゴキキって言った。よいしょ。ご飯食べたから。やばい、二人ともなんかもう眠くなってきた。まあそんな感じですかね。眉毛めっちゃ。かぼちゃありがとう。ほ。ほ。ほ。眩しい。春はけぼの。なんていうっけ。ようよう白くなりゆく。少し明かりで紫対したら雲の細くたるべきたるこれ私がこの間なんか暖かくて、天気がなんとなく舞ちゃんと3人で歩いてた時に春明けぼのって言ったら、舞ちゃんがゆうやしゆくねりゆくって言ったら、アイポンが少し明かりって言うのかいみたいな。意外とみんなで言うっていう、ね、私春明けぼのしか分かんなかったなんかそれね分かる、うん、ほっ眩しいね、ほっ嬉しいねみたいなのを覚えてるけど、あんまり分かんない。うん、何もしない、何もできない日々は全自分だって。あ、終わんなかった終わっちゃった卒業までの一日の一日、全てが輝きながらこの
電車どこへと向かうのだろうか。一時そんなに逆だった。一時そんなに切ない朝が来るなんて。いや違う、びっくりした、近かった。ドキドキなのか抑えてた何か背を落としている。これやばいんじゃない。モザル、センチメントトレインでめっちゃ好きなの。いいねこの胸のカープ勝ったってね、さっきも聞いた。イエイ、おめでとう。まあね、一生。そう、昨日ねシャンメリー買おうか迷ったんでしょ。あったね。でもねまだねあれだからシャンメリーね買ってね。そうで、あれだから、ね、ちょタイミングはタイミング。そうそうそう、そのね野球わかる。その見るのは好きだし、ルールとか一応わかるんだけど、めちゃくちゃ詳しいってわけじゃないから、本当にそんな全然語れん。え、でもただ本当に見るの好き。スポーツは、スポーツ好きだね。どうしよう、今年もまたやってくるよ、あの冬スポーツの時期が。もう大好き。もうだからもう私本当に東京オリンピックちょっと何の種目でもいいから見に行きたい。でも結構あれですよねすごいよ、もう日本国民の鏡だよ本当になんで、だって面白くないですか。面白いけど。面白いね、すごい。私まずルールが把握できてないから。いつからだろう、そんなスポーツ。冬はウィンタースポーツは何がおすすめですか。ウィンタースポーツ、去年の注目は。去年フィギュア。フィギュアかな。フィギュアを、スケボーとか。なんだろう、スケボーは違うか、スノボー。私でもとりあえずスケボーアイスホッケーとか、さあさあさあ、あれ好き。そうだな、あの体操を見るためにだけに本当に東京オリンピック、あ東京オリンピックまだだ、オリンピックの時本当に朝ね、あの日本じゃないからめっちゃ早かったけどぐらい見てたし。あ、見てたんだ。全然すごい、本当にオリンピックの、本当にオリンピックに合わせてたから人生あの一日を一日をオリンピックだわと思って。いいやつ。そう、なんか嫌なんですよ、録画でも見れるしニュースでも知れるんですけど、リアルタイムで見たいじゃないですか。ニュースで知ったやん、結果はとか知らないですよね。だからいろいろね、そう内容聞かずにね、うん、どうしても見れないって時は内容を遮断して情報を遮断して生きていこうと思うんだけど、うん、無理だったよね前サッカーもね。ああ見た、あっってニュース見ちゃった。いや無理だよ、だって情報遮断せずに生きるのはそれは無理無理、ね、ただでさえドラマのネタバレですら結構頻繁に、うん、無理か、やっぱ、ね、スポーツすぐねニュースになるからね。あ、思い出してよ、あの iPhone がワールドサッカーの結果の時にレッスン場行ってずっと耳塞いでてて、ハルルンさんとかめっちゃサッカー見てたからもう来た瞬間にもうめっちゃ頑張ってとか言ったりとかずっとこうやって耳塞いでそう、めっちゃ頑張ったの。結局自分でねニュース見ちゃったんですね。気になっちゃった。そう、いや自然とねもうね結構ね見ちゃうんですね私、いろいろあの情報を知りたくて結構そうだから更新しちゃってね、がっつり出てきましたね結果が。私もねあの水をねあの、うん、飲んでる、あのあのサッカー選手のね、そう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 、水の飲み方なかなか豪快ですからね、印象的でね、うん、驚いた記憶があります。なかなかね結構ね飲めてんの10分の1ぐらいですかねでもうがいしてた説ある。まあそうかな、あれうがい結構ね印象深い、ね、でもね急に出てきたからびっくりした。あれ結構すごい笑ってた、うん、懐かしいです。うんね、うん、懐かしい ね冬も楽しみだね。怖いわ奥ちゃん、うん、どこ向いてんのかな冬も楽しみだね横向いて私の方、まあ、分かるけどって、うん、ちょっとねもうちょっと座るのが疲れてきた。ちょっと疲れてきた、ちょっとイゴイゴしてちょっと正座しとこう。ちょっといろいろいろな座り方してみよう。ああちょっと、うん、腹伸ばそう。ああ、アディショナルタイムね。アディショナルタイム？わかる？わかるよ。本当に？わかるよ。ねえ、ロスタイムだって。え？ロスタイム？ロスタイムだよ。知らないの？ロスタイムっていうの？うん。アディショナルタイムあれでしょ？なんか途中で試合止めちゃった時間とかを合わせるために最後に足すんじゃない？3分とかで。そんなことあった？え？しょ、わかんない。違うっけ？そんなことあった？私ごめんね。顔見消えちゃってためちゃくちゃ。そうだったの？違ったっけ？別にそれとは普通に追加時間なの？そういう感じじゃない？ロスタイムって聞いたんだけど私は。あ、ロスタイムだよ。違うんか、ロスタイムだって。オフサイド難しい、どう説明すればいいんだろう。なんだっけパンツなんとかみたいな、なんだっけパンツなんとか、そんなそんなになんか覚えた記憶がある。なんだっけ、
あーなんか言ってたな、パンチライン違うパンチラインはめっなんだっけなんだっけ、でもなんか何パーなんとかみたいな聞いた覚えがない、パー誰かちょっと奥ちゃんの言ってるパーを、社会用語に詳しい方誰かパの正解を教えていただけたら、うん、分かんない、なんだっけパパパンチラインだね、パンチライン、サッカーの横にパンチラインもね、あペナルティーキックだって、あそれ全然パじゃない手ですねでもありがとうございます、さすがですね、パピパペでした、ペのペでしたね、あ PK も PK は違うよ、それはパンツくれた、いやもう出た、知ってるけどそれなんか言ってる子いただけどPK でも PK パンツくれ、あそういうことか、確かに、いやもう寝てる寝てる、危ない危ない危ないもううん、そっちこれ巨人に似てるって言われるから嫌なんだよね、その私その巨人があんまり詳しくないからなんとも突っ込めないのが悔しい違うね、アイボンね、あのアニメを全然見ないからね、あのね面白いな、あの顔なしの私がモノマネしててもね、私がただ変なね、なんか声を出してる人みたいな、配信でね見てたらなんか変なことしてたから何してんだろうと思って、あーって言ってたんですけどねずっとねと思って何大丈夫この人と思って、違うよ顔なしっていうのがいるんだよ、わかるよ顔なし、あのあれだよね、あの黒いよね、そうそうそうね、でこう白いよね、そう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 、なんか結構こうそうそうのめーって感じ、のめーってしてるやつ、それよ、なんとなくわかるんだけど、うん、一緒にね、だから今度ねジブリを本当に 見せてあげようと思って DVD 借りてね一緒に見ようと思う、それは本当にしたい、千と千尋の神隠しは見たことあるでしょ、あ全部ねなんとなく見たことあるんですけど、その2回とか3回ちゃんと見てないからあんまりね詳しくないのはね、みんな多分 5,6 回は見てるからさ、だよね、うん、ロードショーで珍しいよねやっぱり、何回もやっぱねテレビでしてるからね、そう1回見ようちゃんと、そう見よう、うん、何が一番いい、私的に千と千尋はめっちゃ好きだけど、もののけ姫とかこの間出てた見れなかったからまた見ようかなって思って、そなたは美しい、そうバルスはねなんとなくね、バルスは何の作品でしょう、もののけ姫、おっと違います、あごめんなさい皆さんすいません、本当にこれ今度充電がねなくなっちゃった、そろそろでもちょうどそろそろ終わるから多分間に合うかな、やばい充電 100% だったのが、ラピュタ、ラピュタ、なるほど天空の城ラピュタ、あそう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 、よく知ってるね、申し訳ない本当に、ね、もうちょっとしたらじゃあ終わりますかね、9時48ですし、そうですね、このあとねもうちょっと食べよう実は食べたかったやつ、実はまだいけちゃう、そうだね、スクショタイムする、いいよ、何する、ハート作る、いいよ、あ、桃にしよう、どうハートを作るか、こうやってしよう、あのハートがこうだとしたら桃は逆の、待って、ハートこうだからこうか違う二人ともちゃんとバカだった、びっくりした、待って、ハートがこうでしょ、違う、単純に考えてこの形を作ればいいって考えて、だからこういうことでしょ、しんどいね、待って、こう、こう、え？だからこうか、こう、下を、下をくるんってやって、うん、あ、こう、こうだ、こうだ、こうか、違う違う、ちゃん違う、こうだってこう、あ、こうか、そうそう、あ、じゃない、おぉ、おぉ、ポーズ、どう、はい、チーズ、どっち見てんのかわかんないどう、もう、あ、これクエスチョンやん、ももももももも、じゃあキャッチフレーズやろう、じゃあ私が一本キャッチフレーズやるね、なんで意味わからん、けん玉マイクにしていい、いいよ、どっちがけん玉がいい、今ピンクがする、あ、じゃあももだから、はい、それじゃあ皆さん、はい、私がじゃんけんポンって言ったらアイコでしょって言ってください、はい、いきます、じゃんけんポン、アイコでしょ、あ、じゃあじゃんけんポンで出して、なんかアイコリさんで一回飲んでから、じゃんけんポン、アイコでしょ、お、アイコ、ありがとうございます、
晴れの国岡山からやってきた剣玉少女 STU48 ドラフト岡山県出身晴れの国岡山からやってきた剣玉少女岡山県出身高校2年生17歳、STU48 ドラフト3期研究生の iPhone こと水口愛子です。え、長い。じゃあ、え、奥ちゃんのあんま知らんあれ奥ちゃんの、ね、自己紹介あんまりね。なんだっけ。いいよ、適当に言ってみて。じゃあそれをもう本件にするから、はい、あ、本当に、うん、はい、じゃあ私が、あ、本当にいいよいいよ、適当に。私が奥ちゃんって言ったらよくできましたって言ってください。あれ、こんな順番だったっけ。そんな感じ、そんな感じ。本当に合ってる、うん、いいよ、合ってるよ。はい、じゃあ行きます。あ、わかった。 ST48 で一番可愛いのは、はい、おきちゃん。よくできましたこんなん、それ合ってる合ってる、もう合ってる。よっしゃすごい違うよ、さすがね、分かってる。違う、可愛いじゃない、お気に入り。あ、そうだ、おきちゃんとかけてんだよ。言ってね、今度から可愛いって。STU で一番可愛いのは、はい、おきちゃんだから。次の公演で言うわ。よっしゃで、なんだろう、 ST48 ドラフト3研究生のおきちゃんこと沖ゆかです。じゃあ私めっちゃ短い、 STU48 ドラフト3研究生の沖ゆかです。ああ、沖ちゃんこと言わないんだ。そうそう、別に沖ちゃんことではないよ。私沖の子とか沖芋、あの沖の沖芋の子とか言われてる。沖芋の子な、何なんかモコなのか、なんかモコミチさんの話をしてて、うん、なんかモコズキッチンの話をしてて最初。でモコって名前が可愛いなってなって、私もモコになりたいなと思って沖で色で、あの小野の芋子の名前も可愛いなと思って、芋子が。確かに。したらじゃあなんか芋の子にしようと思って、うん、あだ名を、うん、あ、最初は芋の子だったの。今日から大きい芋の子。めんどくさい、誰か、何この話。大きい芋の子になるのかなと思って。あ、いいと思う。じゃあそうしよう。いや、やめとけやめとけ、おきちゃんがいいよ。芋の子って呼んでくれる。もういいよね、おきちゃん。だってみぞちゃんとか呼ばれんもん。いや、呼ばれたくなくない、まあ、自分の名前忘れちゃうよ。確かに、そっか、そうだよ。確かに苗字のね、リラちゃん言ってた。確かに、トロブさんもね、トロブさんも言ってた。もうあの苗字がこういうやつの宿命だから。ゆらちゃんもおくちゃんもね、結構あれだもんね。でもゆらちゃんは自分のこと名前であかりって言ってた。あ、そっか、忘れないから。分かる、分かる。喋ってたら私はもう名前を忘れる。確かにね、ゾーンまで入ってしまったから。確かに、やばいかも。そう、やばいかやばいかも。私はね、だからあんまり執着ないの、名前に。ゆうこちゃんかな。違う違う違う、ゆうこちゃんね、大きいゆうこちゃん。あれ違う、芋の子だよめんどくさいそこ、ゆうかだよって突っ込まんと、うん、だからもうなんかあんまりそんな大きいが合ってればいいかなってなってるから。いいんだ、あんまり名前には諦めたんだ、執着ない。芋の子だ。あ、でもね、グッチーね、言われたことないですね、意外と。あ、水グッチー。そう、グッチーとかね、言われたことないかな。グッサンはね、グッサンはそれは違う溝口さん。あ、でもそうか、グッサンか。別に溝グッサン、そっか、グッチー、高級感確かに高級感。みぞとか。ああ、みぞ、みぞ、いや、あんまりみぞ口で呼ばれたことないかな。みぞ口系のあだ名で。そう、でも結構みぞ口さんいますよ、全国調べたら。なんかあの調べれるやつで、なんかネットの、まあね、あれで。そう、まあね、ゆらとかね、結構ね、しなのとかね、あったことない。でもおきもそんなにあったことないかな。中村はよくいるね、うん、中村はいる。あ、見て見て、ももゆらちゃんあれだから、自分のあのファミレスとかで名前書くとき、自分の名前書きたくないから、あの私の名前書くの。でも私の名前も珍しいから、まいちゃんの名前書くの。そういうことね。中村でいいじゃん。確かに中村が一番やっぱ、ね、シナノソラハ、シナノって書いてあったら一発で分かる。シナノソラハ可愛いよ ね、名前羨ましい。いいな、めっちゃ分かる。そろそろかな、そろそろ男女読もうかな。じゃあ私どっかで読もうかな、うん、あっちでいい。あ、いいよ。じゃあちょっと男女を読みます。じゃあここでいいかな。よいしょ。え、なんか遠いな。ちょっと私も手持ちになろう。よいしょ。あ、暗い。まあいいや、めっちゃ歌ってる。ヤッホー、みんな、なんか近い。ヤッホー、おいさ、なんかいつの間にか三つ編みになった iPhone です。ありがとうね、いっぱいコメントもギフトもありがとう。やばい、唇が食べたから。13位、パピヨン。フェスティバルでタピ活してきたアイポンズ。今日行ったの、フードフェスティバル。私もタピオカ見つけたんだけど、その前にスムージー飲んじゃってたから。今女子力かな、ありがとう。
ごめんね、ちょっとほっぺたポンポンで。ジュニーブリトニーさんだあれブリトニーさん今日コメントした？してない？すごいね、ブリトニーちゃんと12位にありがとう。ブリトニーさん11位、サタン、サタンありがとう。みんないっぱいコメントありがとう。こうやっとこう。10位、ボノボノさん、アットマーク愛好でーす、ありがとう。9位、愛媛すなぎつね、アットマーク名前はきつね、アバターマウマ、実は人間馬。あ、本当だあ、そっか、馬か。ありがとうすなぎつね、ポンポンポン、間に合うよね。4位、山さん、アットマークアイポンズ、パジャマ姿可愛すぎて気絶した、本当に結構ちょっと暑いんだけどよかった今日来て、ありがとう山さん。7位、 D さん、ありがとう、ありがとうございます。6位、ヤジウマさん、あらヤジウマさん初めてかな、ありがとうございます。アポンです5位、 KT さん、ありがとうございます、ありがとう。4位、バルタン太郎さん、あ、これポンポンやばいかな、アットマーク七並べ、いつになったら会えるかな、ほんとね、バルタンさん会いたい、リップな、ありがとう。3位、ふみっきー、アットマーク iPhone のパジャマ姿可愛すぎてにやけとも、あ、みんなそんなこと言ってたのあれ、ほんとに嬉しい、ありがとう。彼女感出てる。2位、まさぽん、アットマーク iPhone への気持ちが、ダメよ。そしてそして1位、ラウラウさん、何がいい、ごめんね、ちょっと片手しか使えないんだけど、片手で、え、時間やばい、あ、そんなに、あと2分か、いや、ちょっとテロップ消しとこう。出てる、ごめんね、ちょっと溝映るんだけど、ラウラウさんいるかな。告白風、あのね、どういうこと1位はラウラウさん、あのね、ずっと前から好きじゃない、嘘無理、私無理、やめて、めっちゃめっちゃやばい、今日めっちゃ配信してるからいろんな方見てくれてたかも、やばい、めっちゃ恥ずかしい、バイ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 、めっちゃ恥ずかしい。誠治さん、こんばんは、ありがとう、ピース、みんな好きじゃない、本当は好きじゃないみんなありがとう、好きな、そう、私も本当は好きだよ、ありがとう、バイバイ、バイバイ、バイバイ、今日も京都でチュー、バイバイ、みんな見てくれてありがとうございました。あ、意外とまだあと1分ぐらいある、好き、みんな本当に本当だな、みんな好き？私も靴下？やだ。バズさんがね、ちょっとドーンだわ。あ、なんかお風呂上がりの奥さんみたいな。頭取るか。あ、まだ？終わった？いや、私は別に寝てる。あ、そっか。そっか。そっか。もうちょっとかな。あと30秒。ね、奥ちゃんが帽子かぶってるから、私なんかお風呂もう一瞬でお風呂入ってきたのかなと思って。こっち向いて、やだ、リップ